Kaze tachinu, Hori Tatsuo. こちらは LibriVox です。LibriVox の録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。URL、LibriVox.org。ルヴァンス・レーブ・イルフォタント・ド・ビーブル、ポール・バレリー。序曲。それらの夏の日々、一面にススキの生い茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもその傍らの一本の白樺の木陰に身を横たえていたものだった。そうして夕方になって、お前が仕事を済ませて私のそばに来ると、それからしばらく私たちは肩に手を掛け合ったまま、遥か彼方の縁だけ茜色を帯びた入道雲のムクムクした塊に覆われている地平線の方を眺め合っていたものだった。ようやく暮れようと仕掛けているその地平線から反対に何者かが生まれていきつつあるかのように。そんな日のある午後、それはもう秋近い日だった。私たちはお前の描きかけの絵を画家に立てかけたまま、その白樺の木陰に寝そべって果物をかじっていた。砂のような雲が空をさらさらと流れていた。その時不意にどこからともなく風が立った。私たちの頭の上では木の葉の間からちらっと覗いている藍色が伸びたり縮んだりした。それとほとんど同時に草むらの中に何かがばったりと倒れる物音を私たちは耳にした。それは私たちがそこに置きっぱなしにしてあった絵が画家と共に倒れた音らしかった。すぐ立ち上がっていこうとするお前を、私は今の一瞬の何者をも失うまいとするかのように無理に引き止めて、私のそばから離さないでいた。お前は私のするがままにさせていた。風立ちぬ、いざ生き宮も。ふと口をついて出てきたそんな宿を、私は私に持たれているお前の肩に手をかけながら、口の内で繰り返していた。それからやっとお前は私を振りほどいて立ち上がっていった。まだよく乾いてはいなかったカンバスは、その間に一面に草の葉をこびつかせてしまっていた。それを再び画家に立て直し、パレットナイフでそんな草の葉を取りにくそうにしながら、まあこんなところをもしお父様にでも見つかったら、お前は私の方を振り向いて、なんだか曖昧な微笑をした。もう二三日したらお父様がいらっしゃるわ。ある朝のこと、私たちが森の中をさまよっているとき、突然お前がそう言い出した。私はなんだか不満そうに黙っていた。するとお前は、そういう私の方を見ながら、少ししゃがれたような声で再び口を聞いた。そうしたらもう、こんな散歩もできなくなるわね。どんな散歩だってしようと思えばできるさ。私はまだ不満らしく、お前の幾分気遣わしそうな視線を自分の上に感じながら、しかしそれよりももっと私たちの頭上の梢が何とはなしにざわめいているのに気を取られているような様子をしていた。お父様がなかなか私を離してくださらないわ。私はとうとうじれったいとでも言うような目つきで、お前の方を見返した。じゃあ、僕たちはもうこれでお別れだというのかい？だって仕方がないじゃないの。そう言ってお前はいかにも諦めきったように、私に努めて微笑んでみせようとした。ああ、その時のお前の顔色の、そしてその唇の色までも、なんと青ざめていたことったら。どうしてこんなに変わっちゃったんだろうな。あんなに私に何もかも任せきっていたように見えたのに、と私は考えあぐねたような格好で、だんだん羅根のゴロゴロしだしてきた狭い山道を、お前を少し先にやりながら、いかにも歩きにくそうに歩いていった。そこいらはもうだいぶ木立が深いと見え、空気は冷え冷えとしていた。ところどころに、小さな沢が食い込んだりしていた。突然、私の頭の中に
こんな考えがひらめいた。お前はこの夏、偶然出会った私のようなものにも、あんなに従順だったように、いや、もっともっと、お前の父や、それから、またそういう父をも数に入れた、お前のすべてを絶えず支配しているものに、素直に身を任せきっているのではないだろうか。節子、そういうお前であるのなら、私はお前がもっともっと好きになるだろう。私がもっとしっかりと生活の見通しがつくようになったら、どうしたってお前をもらいに行くから、それまではお父さんのもとに今のままのお前でいるがいい。そんなことを私は自分自身にだけ言い聞かせながら、しかしお前の同意を求めでもするかのように、いきなりお前の手を取った。お前はその手を私に取られるがままにさせていた。それから私たちはそうして手を組んだまま、一つの沢の前に立ち止まりながら、押し黙って、私たちの足元に深く食い込んでいる小さな沢のずっとそこの、下映えのシダなどの上まで、火の光が数知れず枝を差し交わしている、低い灌木の隙間を、ようやくのことでくぐり抜けながら、まだらに落ちていて、そんな木漏れ日がそこまで届くうちに、ほとんどあるかないかぐらいになっている微風にちらちらと揺れ動いているのを、何か切ないような気持ちで見つめていた。それから二三日したある夕方、私は食堂で、お前がお前を迎えに来た父と食事を共にしているのを見出した。お前は私の方にぎこちなさそうに背中を向けていた。父の側にいることが、お前にほとんど無意識的に取らせているに違いない様子や動作は、私にはお前をついぞ見かけたこともないような若い娘のように感じさせた。たとえ私がその名を呼んだにしたって、と私は一人でつぶやいた。あいつは平気でこっちを見向きもしないだろう。まるでもう私の呼んだものではないかのように。その晩、私は一人でつまらなそうに出かけて行った散歩から帰ってきてからも、しばらくホテルの人気のない庭の中をブラブラしていた。山百合が匂っていた。私はホテルの窓がまだ二つ三つ明かりを漏らしているのをぼんやりと見つめていた。そのうち少し霧がかかってきたようだった。それを恐れでもするかのように、窓の明かりは一つ一つ消えていった。そしてとうとうホテル中がすっかり真っ暗になったかと思うと、軽いきしりがして、緩やかに一つの窓が開いた。そして、バラ色の寝巻きらしいものを着た一人の若い娘が窓の縁にじっと寄りかかり出した。それはお前だった。お前たちが立って行った後、日ごと日ごとずっと私の胸を締め付けていた、あの悲しみに似たような幸福の雰囲気を、私は未だにはっきりと蘇らせることができる。私は終日、ホテルに閉じこもっていた。そうして、長い間、お前のために売っちゃっておいた自分の仕事に取り掛かり出した。私は自分にも思いがけないくらい、静かにその仕事に没頭することができた。そのうちに、すべてが他の季節に移っていった。そして、いよいよ私も出発しようとする前日、私は久しぶりでホテルから散歩に出かけていった。秋は林の中を見違えるばかりに乱雑にしていた。葉のだいぶ少なくなった木々は、その間から人気の絶えた別荘のテラスをずっと前方に乗り出させていた。菌類の湿っぽい匂いが落葉の匂いに入り混じっていた。そういう思いがけないくらいの季節の推移が、お前と別れてから私の知らぬ間にこんなにも経ってしまった時間というものが、私には異様に感じられた。私の心の内のどこかしらに、お前から引き離されているのはただ一時的だといった確信のようなものがあって、そのためこうした時間の推移までが、私には今までとは全然違った意味を持つようになりだしたのであろうか。そんなようなことを私はすぐ後ではっきりと確かめるまで、何やらぼんやりと感じ出していた。私はそれから十数分後、一つの林の尽きたところ、そこから急に打ち開けて、
遠い地平線までも一帯に眺められる。一面にススキの生い茂った草原の中に足を踏み入れていた。そして私はその傍らのすでに葉の黄色くなりかけた一本の白樺の木陰に身を横たえた。そこはその夏の日々、お前が絵を描いているのを眺めながら、私がいつも今のように身を横たえていたところだった。あの時にはほとんどいつも入道雲に遮られていた地平線のあたりには、今はどこか知らない遠くの山脈までが真っ白な穂先をなびかせたススキの上を分けながら、その輪郭を一つ一つくっきりと見せていた。私はそれらの遠い山脈の姿をみんな暗記してしまうくらい、じっと目に力を入れて見入っているうちに、今まで自分のうちに潜んでいた自然が自分のために極めて置いてくれたものを、今こそやっと見出したという確信を、だんだんはっきりと自分の意識に昇らせ始めていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。LibriVox.org のために録音されました。春。3月になった。ある午後、私がいつものようにぶらっと散歩のついでにちょっと立ち寄ったとでも言ったふうに、節子の家を訪れると、門を入ったすぐ横の植え込みの中に、労働者のかぶるような大きな麦わら帽をかぶった父が、片手にハサミを持ちながら、そこいらの木の手入れをしていた。私はそういう姿を認めると、まるで子供のように木の枝をかき分けながら、そのそばに近づいていって、二言三言挨拶の言葉を交わした後、そのまま父のすることを物珍しそうに見ていた。そうやって植え込みの中にすっぽりと身を入れていると、あちらこちらの小さな枝の上に、時々何かしら白いものが光ったりした。それはみんなつぼみらしかった。あれもこの頃はだいぶ元気になってきたようだが、父は突然そんな私の方へ顔を持ち上げて、その頃私と婚約したばかりの節子のことを言い出した。もう少しいい陽気になったら、天地でもさせてみたらどうだろうね。それはいいでしょうけれど、と私は口ごもりながら、さっきから目の前にキラキラ光っている一つのつぼみが、なんだか気になってならないといった風をしていた。どこぞいいところはないかと、この間うちから物色しとるのだがね、と父はそんな私には構わずに言い続けた。節子は F のサナトリウムなんぞどうか知らんと言うのじゃが、あなたはあそこの院長さんを知っておいでだそうだね。ええ、と私は少し上の空でのように返事をしながら、やっとさっき見つけた白いつぼみを手元に手繰り寄せた。だが、あそこなんぞは、あれ一人で行っておられるだろうか。みんな一人で行っているようですよ。だが、あれにはなかなか行っておられまいね。父はなんだか困ったような顔つきをしたまま、しかし私の方を見ずに、自分の目の前にある木の枝の一つへいきなりハサミを入れた。それを見ると、私はとうとう我慢がしきれなくなって、それを私が言い出すのを、父が待っているとしか思われない言葉をついと口に出した。何でしたら僕も一緒に行ってもいいんです。今仕掛けている仕事の方も、ちょうどそれまでには型がつきそうですから。私はそう言いながら、やっと手の中に入れたばかりのつぼみのついた枝を再びそっと手放した。それと同時に父の顔が急に明るくなったのを私は認めた。そうしていただけたら一番いいのだが、しかしあなたにはエロすまんな。いいえ、僕なんぞにはかえってそういった山の中の方が仕事ができるかもしれません。それから私たちはそのサナトリウムのある山岳地方のことなど話し合っていた。が、いつの間にか私たちの会話は父の今、手入れをしている植木の上に落ちていった。二人の今、お互いに感じ合っている一種の同情のようなものが、そんな取り留めのない話をまで活気づけるように見えた。節子さんは、大きになっているのかしら。
しばらくしてから私は何気なさそうに聞いてみた。さあ、起きとるでしょう。どうぞ構わんから、そこからあちらへ、と父は、ハサミを持った手で、庭木戸の方を示した。私はやっと植え込みの中をくぐり抜けると、ツタが絡みついて少し開きにくいくらいになったその木戸をこじ開けて、そのまま庭から、この間まではアトリエに使われていた離れのようになった病室の方へ近づいていった。節子は、私の来ていることはもうとうに知っていたらしいが、私がそんな庭から入ってこようとは思わなかったらしく、寝間着の上に明るい色の羽織を引っ掛けたまま、長椅子の上に横になりながら、細いリボンのついた見かけたことのない婦人帽を手でおもちゃにしていた。私がフレンチドア越しにそういう彼女を目に入れながら近づいていくと、彼女の方でも私を認めたらしかった。彼女は無意識に立ち上がろうとするような身動きをした。が、彼女はそのまま横になり、顔を私の方へ向けたまま、少し決まり悪そうな微笑で私を見つめた。起きていたの？私は扉のところで、幾分乱暴に靴を脱ぎながら声をかけた。ちょっと起きてみたんだけれど、すぐ疲れちゃったわ。そう言いながら、彼女はいかにも疲れを帯びたような力投げな手つきで、ただ、何ということもなしに手で元へ遊んでいたらしいその帽子を、すぐ脇にある鏡台の上へ、無造作に放り投げた。が、それはそこまで届かないで床の上に落ちた。私はそれに近寄って、ほとんど私の顔が彼女の足の先にくっつきそうになるようにかがみ込んで、その帽子を拾い上げると、今度は自分の手で、さっき彼女がそうしていたように、それをおもちゃにしだしていた。それから私はやっと聞いた。こんな帽子なんぞを取り出して、何をしていたんだい。そんなもの、いつになったらかぶれるようになるんだか知れやしないのに、お父様ったら昨日買っておいでになったのよ。おかしなお父様でしょう。これ、お父様のお見立てなの。本当にいいお父様じゃないか。どうれ、この帽子、ちょっとかぶってごらん。と私が彼女の頭にそれを冗談半分かぶせるような真似を仕掛けると、いや、そんなこと。彼女はそう言って、うるさそうにそれを避けでもするように、半ば身を起こした。そうして、言い訳のように、弱々しい微笑をしてみせながら、ふいと思い出したように、幾分痩せの目立つ手で、少しもつれた髪を直し始めた。その、何気なしにしている、それでいて、いかにも自然に若い女らしい手つきは、それがまるで、私を愛撫でもしだしたかのような、息詰まるほど、センシュアルな魅力を私に感じさせた。そうしてそれは思わずそれから私が目をそらさずにはいられないほどだった。やがて私はそれまで手でもてあそんでいた彼女の帽子をそっと脇の鏡台の上に乗せると、ふいと何か考え出したように黙り込んで、なおもそういう彼女からは目をそらせ続けていた。大これになったの？と彼女は突然私を見上げながら、気遣わしそうに問うた。そうじゃないんだ、と私はやっと彼女の方へ目をやりながら、それから話の続きでも何でもなしに、出し抜けにこう言い出した。さっきお父様がそう言っていらしたが、お前、本当にサナトリウムに行きかい？ええ、こうしていてもいつ良くなるのだかわからないのですもの。早く良くなれるんなら、どこへでも行っているわ。でも、どうしたのさ、なんて言うつもりだったんだい。なんでもないの。なんでもなくってもいいから言ってごらん。どうしても言わないね。じゃあ僕が言ってやろうか。お前、僕にも一緒に行けと言うのだろう。そんなことじゃないわ。と彼女は急に私を遮ろうとした。しかし私はそれには構わずに、最初の調子とは違って、だんだん真面目になりだした。幾分不安そうな調子で言い続けた。いや、お前が来なくともいいと言ったって、そりゃ僕は一緒に行くとも。だがね、ちょっとこんな気がして、それが気がかりなのだ。僕はこうしてお前と一緒にならない前から、どこかの寂しい山の中へ、お前みたいな可愛らしい娘と二人きりの生活をしに行くことを夢見ていたことがあったのだ。お前にも
ずっと前にそんな私の夢を打ち明けやしなかったかしら。ほら、あの山小屋の話さ。そんな山の中に私たちは住めるのかしらと言って、あの時はお前は無邪気そうに笑っていたろう。実はね、今度お前がサナトリウムへ行くと言い出しているのも、そんなことが知らず知らずのうちにお前の心を動かしているのじゃないかと思ったのだ。そうじゃないのかい？彼女は勤めて微笑みながら黙ってそれを聞いていたが、そんなこともう覚えてなんかいないわ、と彼女はきっぱりと言った。それからむしろ私の方をいたわるような目つきでしげしげと見ながら、あなたは時々とんでもないことを考え出すのね。それから数分後、私たちはまるで私たちの間には何事もなかったような顔つきをして、フレンチドアの向こうに芝生がもうだいぶ青くなって、あちらにもこちらにも陽炎らしいものの立っているのを一緒になって珍しそうに眺め出していた。四月になってから、節子の病気はいくらかずつ回復期に近づき出しているように見えた。そしてそれがいかにも父としていればいるほど、その回復へのもどかしいような一歩一歩は、かえって何か確実なもののように思われ、私たちには言い知れず頼もしくさえあった。そんなある日の午後のこと、私が行くと、ちょうど父は外出していて、節子は一人で病室にいた。その日は大変気分も良さそうで、いつもほとんど北切りの寝間着を、珍しく青いブラウスに着替えていた。私はそういう姿を見ると、どうしても彼女を庭へ引っ張り出そうとした。少しばかり風が吹いていたが、それすら気持ちのいいくらい柔らかだった。彼女はちょっと自信なさそうに笑いながら、それでも私にやっと同意した。そうして私の肩に手をかけて、フレンチドアからなんだか危なかしそうな足つきをしながら、おずおずと芝生の上へ出て行った。生垣に沿っていろんな外国人のも混じって、どれがどれだか見分けられないくらいに枝と枝を交わしながら、ごちゃごちゃに茂っている植え込みの方へ近づいていくと、それらの茂みの上には、あちらにもこちらにも白や黄や薄紫の小さなつぼみが、もう今にも咲き出しそうになっていた。私はそんな茂みの一つの前に立ち止まると、去年の秋だったか、それがそうだと彼女に教えられたのをひょっくり思い出して、これはライラックだったね、と彼女の方を振り向きながら、半ば聞くように言った。それがどうもライラックじゃないかもしれないわ、と私の肩に軽く手をかけたまま、彼女は少し気の毒そうに答えた。ふん、じゃあ今まで嘘を教えていたんだね。嘘なんかつきやしないけれど、そう言って人から頂戴したの。だけど、あんまりいい花じゃないんですもの。なんだ、もう今にも花が咲きそうになってから、そんなことを白状するなんて。じゃあ、どうせあいつも。私は、その隣にある茂みの方を指さしながら、あいつは、なんて言ったっけな。えにしだ。と、彼女はそれを引き取った。私たちは、今度はそっちの茂みの前に移っていった。このえにしだは本物よ。ほら、黄色いのと白いのと、つぼみが二種類あるでしょ。こっちの白いの、それは珍しいのですって。お父様のご自慢よ。そんな、他愛のないことを言い合いながら、その間中、節子は、私の肩から手を外さずに、しかし、疲れたというよりも、うっとるとしたようになって、私にもたれかかっていた。それから、私たちは、しばらくそのまま黙り合っていた。そうすることが、こういう鼻先匂うような人生を、そのまま少しでも引き止めておくことができてもするかのように。時折、柔らかな風が、向こうの生垣の間から押さえつけられていた呼吸か何ぞのように押し出されて、私たちの前にしている茂みにまで達し、その葉をわずかに持ち上げながら、それからそこにそういう私たちだけをそっくり完全に残したまんま通り過ぎていった。突然彼女が私の肩にかけていた自分の手の中にその顔をうずめた。私は彼女の心臓がいつもよりか高く打っているのに気がついた。疲れたの？私は優しく彼女に聞いた。
いいえ、と彼女は小声に答えたが、私はますます私の肩に彼女の緩やかな重みのかかってくるのを感じた。私がこんなに弱くって、あなたになんだかお気の毒で、彼女はそう囁いたのを私は聞いたというよりも、むしろそんな気がしたくらいのものだった。お前のそういうひ弱なのが、そうでないより私にはもっとお前を愛しいものにさせているのだということが、どうしてわからないのだろうな、と私はもどかしそうに心の内で彼女に呼びかけながら、しかし表面はわざと何にも聞き取れなかったような様子をしながら、そのままじっと身動きもしないでいると、彼女は急に私からそれをそらせるようにして顔をもたげ、だんだん私の肩から手さえも離していきながら、どうして私、この頃こんなに気が弱くなったのかしら。この間うちは、どんなに病気のひどい時だって、何とも思わなかったくせに、とごく低い声で、独り言でも言うように口ごもった。沈黙が、そんな言葉を気遣わしげに引き伸ばしていた。そのうち彼女が急に顔を上げて、私をじっと見つめたかと思うと、それを再び伏せながら、いくらか上ずったような中音で言った。私、なんだか急に行きたくなったのね。それから彼女は、聞こえるか、聞こえないくらいの小声でいたした。あなたのおかげで。それは、私たちが初めて出会った、もう二年前になる夏の頃、不意に私の口をついて出た。そしてそれから、私が何ということもなしに、口ずさむことを好んでいた。風立ちぬ、いざ生き目やも。という宿が、それきりずっと忘れていたのに、またひょっくりと私たちによみがえってきたほどの、いわば人生に先立った。人生そのものよりか、もっと生き生きと、もっと切ないまでに楽しい日々であった。私たちはその月末に八ヶ岳山麓のサナトリウムに行くための準備をしだしていた。私はちょっとした知り合いになっているそのサナトリウムの院長が、時々上京する機会を捉えて、そこへ出かけるまでに一度、節子の病状を見てもらうことにした。ある日、やっとのことで、郊外にある節子の家まで、その院長に来てもらって、最初の診察を受けた後、なあに大したことはないでしょう。まあ一、二年山へ来て辛抱なさるんですな、と病人たちに言い残して、忙しそうに帰っていく院長を、私は駅まで見送っていった。私は彼から自分にだけでも、もっと正確な彼女の病態を聞かしておいてもらいたかったのだった。しかし、こんなことは病人には言わぬようにしたまえ。ファーターにはそのうち僕からもよく話そうと思うがね。院長はそんな前置きをしながら、少し気難しい顔つきをして、節子の容態をかなり細かに私に説明してくれた。それから、それを黙って聞いていた私の方をじっと見て、君もひどく顔色が悪いじゃないか。ついでに、君の体も見ておいてやるんだったな、と、私を気の毒がるように言った。駅から私が帰って、再び病室に入って行くと、父はそのまま寝ている病人のそばに居残って、サナトリウムへ出かける日取りなどの打ち合わせを彼女としだしていた。なんだか浮かない顔をしたまま、私もその相談に加わり出した。だが、父はやがて何か用事でも思いついたように立ち上がりながら、もうこのくらいに良くなっているのだから、夏中だけでも行っていたらよかりそうなものだがね、といかにも不審そうに言って病室を出て行った。二人きりになると、私たちはどちらからともなくふっと黙り合った。それはいかにも春らしい夕暮れであった。私はさっきからなんだか頭痛がしだしているような気がしていたが、それがだんだん苦しくなってきたので、そっと目立たぬように立ち上がると、ガラス扉の方に近づいて、その一方の扉を半ば開け放ちながら、それにもたれかかった。そうしてしばらくそのまま私は、自分が何を考えているのかもわからないくらいにぼんやりして、一面にうっすらともやの立ち込めている向こうの植え込みのあたりへ、いい匂いがするな、何の花の匂いだろう、と思いながら、うつろな目をやっていた。何をしていらっしゃるの？私の背後で病人の少ししゃがれた声がした。
それが不意に私をそんな一種の麻痺したような状態から覚醒させた。私は彼女の方には背中を向けたまま、いかにも何か他のことでも考えていたような、取ってつけたような調子で、お前のことだの、山のことだの、それからそこで僕たちの暮らそうとしている生活のことなのを考えているのさ、と途切れ途切れに言い出した。が、そんなことを言い続けているうちに、私はなんだか本当にそんなことを今しがたまで考えていたような気がしてきた。そうだ、それから私はこんなことも考えていたようだ。向こうへ行ったら本当にいろいろなことが起こるだろうな。しかし人生というものは、お前がいつもそうしているように、何もかもそれに任せきっておいた方がいいのだ。そうすればきっと私たちがそれを願おうなどとは思いも及ばなかったようなものまで、私たちに与えられるかもしれないのだ。そんなことまで心の内で考えながら、それには少しも自分では気がつかずに、私はかえって何でもないように見える些細な印象の方にすっかり気を取られていたのだ。そんな庭もはまだほの明るかったが、気がついてみると部屋の中はもうすっかり薄暗くなっていた。明かりをつけようか。私は急に気を取り直しながら言った。まだつけないでおいてちょうだい。そう答えた彼女の声は前よりもしゃがれていた。しばらく私たちは言葉もなくていた。私、少し息苦しいの。草の匂いが強くて。じゃあここも閉めておこうね。私はほとんど悲しげな調子でそう応じながら、扉の握りに手をかけてそれを引きかけた。あなた。彼女の声は今度はほとんど中性的なくらいに聞こえた。今泣いていらっしゃったんでしょう。私はびっくりした様子で、急に彼女の方を振り向いた。泣いてなんかいるものか。僕を見てごらん。彼女は寝台の中から私の方へその顔を向けようともしなかった。もう薄暗くって、それとは定かに認めがたいくらいだが、彼女は何かをじっと見つめているらしい。しかし私がそれを気遣わしそうに自分の目で追ってみると、ただ空を見つめているきりだった。わかっているの、私にも。さっき院長さんに何か言われていらっしゃったのが、私はすぐ何か答えたかったが、何の言葉も私の口からは出てこなかった。私はただ音を立てないようにそっと扉を閉めながら再び夕暮れかけた庭も見入り出した。やがて私は私の背後に深いため息のようなものを聞いた。ごめんなさい。彼女はとうとう口を聞いた。その声はまだ少し震えを帯びていたが、前よりもずっと落ち着いていた。こんなことを気になさらないでね。私たち、これから本当に生きられるだけ生きましょうね。私は振り向きながら、彼女がそっと目頭に指先を当てて、そこにそれをじっと置いているのを認めた。四月下旬のある薄曇った朝、停車場まで父に見送られて、私たちはあたかも蜜月の旅へでも出かけるように、父の前はさも楽しそうに、山岳地方へ向かう汽車の二等室に乗り込んだ。汽車は静かにプラットフォームを離れ出した。その後に、勤めて何気なさそうにしながら、ただ背中だけ少し前かがみにして、急に年取ったような様子をして立っている父だけを一人残して。すっかりプラットフォームを離れると、私たちは窓を閉めて、急に寂しくなったような顔つきをして、空いている二等室の一隅に腰を下ろした。そうやって、お互いの心と心を温め合おうとでもするように、膝と膝とぴったりとくっつけながら。章終わり。この録音はパブリックドメインです。LibriVox.org のために録音されました。風立ちぬ。私たちの乗った汽車が、何度となく山をよじ登ったり、深い渓谷に沿って走ったり、また、それから、急に打ち開けた、ぶどう畑の多い大地を、長いことをかかって横切ったりした後、やっと、山岳地帯へと、果たしのないような、必要な登攀を続け出した頃には、空は一層低くなり、今までは、ただ一面に、閉ざしているように見えた、真っ黒な雲が、いつの間にか、離れ離れになって動き出し、
それらが私たちの目の上にまで押しかぶさるようであった。空気もなんだか底冷えがしだした。上着の襟を立てた私は、肩掛けにすっかり体をうずめるようにして、目をつぶっている節子の、疲れたというよりも少し興奮しているらしい顔を不安そうに見守っていた。彼女は時々ぼんやりと目を開いて私の方を見た。はじめのうちは二人はその度ごとに目と目で微笑み合ったが、しまいにはただ不安そうに互いを見合ったきり、すぐ二人とも目をそらせた。そうして彼女はまた目を閉じた。なんだか冷えてきたね。雪でも降るのかな。こんな4月になっても雪なんか降るの。うん、この辺りは降らないとも限らないのだ。まだ3時頃だというのに、もうすっかり薄暗くなった窓の外へ目を注いだ。ところどころに真っ黒なもみを交えながら、葉のないカラマツが無数に並び出しているのに、すでに私たちは八ヶ岳の裾を通っていることに気がついたが、目の当たりに見えるはずの山らしいものは、影も形も見えなかった。汽車はいかにも山麓らしい、物置小屋と大して変わらない小さな駅に停車した。駅には高原療養所の印のついた法被を着た、年取った小遣いが一人、私たちを迎えに来ていた。駅の前に待たせてあった古い小さな自動車のところまで、私は節子を腕で支えるようにして行った。私の腕の中で、彼女が少しよろめくようになったのを感じたが、私はそれには気づかないようなふりをした。疲れたろうね。そんなでもないわ。私たちと一緒に降りた数人の土地の者らしい人々が、そういう私たちの周りで何やら囁き合っていたようだったが、私たちが自動車に乗り込んでいるうちに、いつの間にかその人々は他の村人たちに混じって見分けにくくなりながら村の中に消えていた。私たちの自動車がみすぼらしい小家の一列に続いている村を通り抜けた後、それが見えない八ヶ岳の尾根までそのまま果てしなく広がっているかと思える凸凹の多い傾斜地へ差し掛かったと思うと、背後に雑木林を背負いながら赤い屋根をしたいくつも側翼のある大きな建物が行く手に見え出した。あれだな、と私は車台の傾きを体に感じ出しながらつぶやいた。節子はちょっと顔を上げ、幾分心配そうな目つきで、それをぼんやりと見ただけだった。サナトリウムに着くと、私たちは、その一番奥の方の、裏がすぐ雑木林になっている病棟の2階の第1号室に入れられた。簡単な診察後、節子はすぐベッドに寝ているように命じられた。リノリウムで床を張った病室には、すべて真っ白に塗られたベッドと卓と椅子と、それからその他には、今しがた小遣いが届けてくれたばかりの数個のトランクがあるきりだった。二人きりになると、私はしばらく落ち着かずに、付き添い人のために当てられた狭苦しい側室に入ろうともしないで、そんなむき出しな感じのする室内をぼんやりと見回したり、また何度も窓に近づいては空模様ばかり気にしていた。風が真っ黒な雲を重たそうに引きずっていた。そして時折裏の雑木林から鋭い音をもいだりした。私は一度寒そうな格好をしてバルコンに出て行った。バルコンは何の仕切りもなしにずっと向こうの病室まで続いていた。その上には全く人気が絶えていたので、私は構わずに歩き出しながら病室を一つ一つ覗いて行ってみると、ちょうど4番目の病室の中に一人の患者の寝ているのが半開きになった窓から見えたので、私は急いでそのまま引っ返してきた。やっとランプがついた。それから私たちは看護婦の運んできてくれた食事に向かい合った。それは私たちが二人きりで最初に共にする食事にしては少しわびしかった。食事中、外がもう真っ暗なので何も気がつかずに、ただなんだかあたりが急に静かになったと思っていたら、いつの間にか雪になりだしたらしかった。私は立ち上がって、半開きにしてあった窓をもう少し細めにしながら、そのガラスに顔をくっつけて、それが私の息で曇り出したほど、じっと雪の降るのを見つめていた。それからやっとそこを離れながら、
節子の方を振り向いて、ねえ、お前、なんだってこんな、と言い出しかけた。彼女はベッドに寝たまま、私の顔を訴えるように見上げて、それを私に言わせまいとするように、口へ指を当てた。八ヶ岳の大きな伸び伸びとした代謝色の裾野が、ようやくその勾配を緩めようとするところに、サナトリウムはいくつかの足浴を平行に広げながら、南を向いて立っていた。その裾野の傾斜はさらに伸びていって、二三の小さな山村を村全体傾かせながら、最後に無数の黒い松にすっかり包まれながら、見えない谷間の中に尽きていた。サナトリウムの南に開いたバルコンからは、それらの傾いた村とその赤茶けた耕作地が一体に見渡され、さらにそれらを取り囲みながら、果てしなく波立っている松林の上に、よく晴れている日だったならば、南から西にかけて、南アルプスとその二三の山脈とが、いつも自分自身で湧き上がらせた雲の中に見え隠れしていた。サナトリウムに着いた翌朝、自分の側室で私が目を覚ますと、小さな窓枠の中に、乱世色に晴れ切った空と、それからいくつもの真っ白いトサカのような山点が、そこにまるで大気からひょっくり生まれでもしたような思いがけなさで、ほとんど真長いに見られた。そして、寝たままでは見られないバルコンや屋根の上に積もった雪からは、急に春めいた日の光を浴びながら、絶えず水蒸気が立っているらしかった。少し寝過ごしたくらいの私は、急いで飛び起きて、隣の病室へ入っていった。節子はすでに目を覚ましていて、毛布にくるまりながら、ほてったような顔をしていた。おはよう。私も同じように、顔がほてり出すのを感じながら、気軽そうに言った。よく寝られた？ええ。彼女は私にうなずいてみせた。ゆうべ薬を飲んだの。なんだか頭が少し痛いわ。私はそんなことになんか構っていられないと言ったふうに、元気よく窓も、それからバルコンに通じるガラスドアもすっかり開け放した。眩しくって、一時は何も見られないくらいだったが、そのうちそれに目がだんだん慣れてくると、雪に埋もれたバルコンからも、屋根からも、野原からも、木からさえも、軽い水蒸気の立っているのが見え出した。それにとてもおかしな夢を見たの、あのね。彼女が私の背後で言い出しかけた。私はすぐ、彼女が何か打ち明けにくいようなことを無理に言い出そうとしているらしいのを悟った。そんな場合のいつものように、彼女の今の声も少ししゃがれていた。今度は私が、彼女の方を振り向きながら、それを言わせないように口へ指を当てる番だった。やがて看護婦長が、せかせかした親切そうな様子をして入ってきた。こうして看護婦長は、毎朝、病室から病室へと患者たちを一人一人見舞うのである。ゆうべはよくお休みになれましたか？看護婦長は快活そうな声で尋ねた。病人は何も言わないで素直にうなずいた。こういう山のサナトリウムの生活などは、普通の人々がもう行き止まりだと信じているところから始まっているような、特殊な人間性をおのずから帯びてくるものだ。私が自分のうちにそういう見知らないような人間性をぼんやりと意識し始めたのは、入院後間もなく私が院長に診察室に呼ばれて行って、節子のレントゲンで捉えた疾患部の写真を見せられた時からだった。院長は私を窓際に連れて行って、私にも見よいようにその写真の原版を日に透かせながら、いちいちそれに説明を加えていった。右の胸には数本の白々とした肋骨がくっきりと認められたが、左の胸にはそれらがほとんど何も見えないくらい大きな、まるで暗い不思議な花のような病巣ができていた。思ったよりも病巣が広がっているな。こんなにひどくなってしまっているとは思わなかったね。これじゃあ今病院中でも二番目ぐらいに重症かもしれんよ。そんな院長の言葉が自分の耳の中でガーガーするような気がしながら、私はなんだか思考力を失ってしまったものみたいに、今しがた見てきたあの暗い不思議な花のようなイマージュを、それらの言葉とは少しも関係がないもののように、それだけを鮮やかに意識の仕組みに上がらせながら、診察室から帰ってきた。自分とすれ違う白衣の看護婦だの、もうあちこちのバルコンで日光浴をしだしている裸体の患者たちだの、
病棟のざわめきだの、それから小鳥のさえずりだのが、そういう私の前を何の連絡もなしに過ぎた。私はとうとう一番外れの病棟に入り、私たちの病室のある2階へ通じる階段を登ろうとして、機械的に足を緩めた瞬間、その階段の一つ手前にある病室の中から、異様な、ついぞ、そんなのはまだ聞いたこともないような、気味の悪い空咳が、続けさまに漏れてくるのを耳にした。おや、こんなところにも患者がいたのかな、と思いながら、私はそのドアについている、ナンバー17という数字を、ただぼんやりと見つめた。こうして、私たちの少し風変わりな愛の生活が始まった。節子は入院以来、安静を命じられて、ずっと寝ついたきりだった。そのために、気分の良い時は、勤めて起きるようにしていた入院前の彼女に比べると、かえって病人らしく見えたが、別に病気そのものは悪化したとも思えなかった。医者たちもまた、すぐ回復する患者として、彼女をいつも取り扱っているように見えた。こうして病気を生け捕りにしてしまうのだ、と院長などは、冗談でも言うように言ったりした。季節はその間に、今まで少し遅れ気味だったのを取り戻すように、急速に進み出していた。春と夏とが、ほとんど同時に押し寄せてきたかのようだった。毎朝のように、ウグイスやカンコドリのさえずりが、私たちを目覚ませた。そしてほとんど一日中、周囲の林の新緑が、サナトリウムを四方から襲いかかって、病室の中まですっかり爽やかに色づかせていた。それらの日々、朝のうちに山々から湧いて出ていった白い雲までも、夕方には再び元の山々へ立ち戻ってくるかと見えた。私は、私たちが共にした最初の日々、私が節子の枕元にほとんど付きっきりで過ごしたそれらの日々のことを思い浮かべようとすると、それらの日々が互いに似ているために、その魅力はなくはない単一さのために、ほとんどどれが後だか先だか、見分けがつかなくなるような気がする。というよりも、私たちはそれらの似たような日々を繰り返しているうちに、いつか全く時間というものから抜け出してしまっていたような気さえするくらいだ。そして、そういう時間から抜け出したような日々にあっては、私たちの日常生活のどんな些細なものまで、その一つ一つが今までとは全然違った魅力を持ち出すのだ。私の身辺にあるこの生ぬるい、いい匂いのする存在、その少し早い呼吸、私の手を取っているそのしなやかな手、その微笑、それからまた時々取り交わす平凡な会話、そういったものをもし取り除いてしまうとしたら、後には何も残らないような単一な日々だけれども、我々の人生なんぞというものは、要素的には実はこれだけなのだ。そしてこんなささやかなものだけで、私たちがこれほどまで満足していられるのは、ただ、私がそれをこの女と共にしているからなのだ、ということを私は確信していられた。それらの日々における唯一の出来事といえば、彼女が時折熱を出すことくらいだった。それは彼女の体をじりじり衰えさせていくものに違いなかった。が、私たちはそういう日はいつもと少しも変わらない日課の魅力をもっと細心に、もっと緩慢に、あたかも禁断の果実の味をこっそり盗みでもするように味わおうと試みたので、私たちの幾分死の味のする生の幸福は、その時は一層完全に保たれたほどだった。そんなある夕暮れ、私はバルコンから、そして節子はベッドの上から、同じように向こうの山の背に入って間もない夕日を受けて、そのあたりの山だの丘だの松林だの山端だのが、半ば鮮やかな茜色を帯びながら、半ばまた不確かなようなネズミ色に徐々に侵され出しているのをうっとりとして眺めていた。時々思い出したようにその森の上へ小鳥たちが放物線を描いて飛び上がった。私はこのような初夏の夕暮れがほんの一瞬時生じさせている一帯の景色は、すべてはいつも見慣れた道具立てながら、おそらく今をおいてはこれほどの溢れるような幸福の感じを持って、私たち自身にすら眺め得られないだろうことを考えていた。そしてずっと後になって、いつかこの美しい夕暮れが私の心によみがえってくるようなことがあったら、私はこれに私たちの幸福そのものの完全な絵を見出すだろうと夢見ていた。何をそんなに考えているの？私の背後から
節子がとうとう口を切った。私たちがずっと後になってね、今の私たちの生活を思い出すようなことがあったら、それがどんなに美しいだろうと思っていたんだ。本当にそうかもしれないわね。彼女はそう私に同意するのがさも楽しいかのように応じた。それからまた私たちはしばらく無言のまま、再び同じ風景に見入っていた。が、そのうちに私は不意になんだか、こうやってうっとるとそれに見入っているのは、自分であるような、自分でないような、変に暴漠とした、取り留めのない、そしてそれが、なんとなく苦しいような感じさえしてきた。その時私は、自分の背後で、深い息のようなものを聞いたような気がした。が、それがまた自分のだったような気もされた。私はそれを確かめでもするように、彼女の方を振り向いた。そんなに今の、そういう私をじっと見返しながら、彼女は少ししゃがれた声で言いかけた。が、それを言いかけたなり、少しためらっていたようだったが、それから急に、今までとは違ったうっちゃるような調子で、そんなに、いつまでも生きていられたらいいわね、と言い出した。またそんなことを、私はいかにもじれったいように小さく叫んだ。ごめんなさい。彼女はそう短く答えながら、私から顔を背けた。今しがたまでの、何か自分にもわけのわからないような気分が、私にはだんだん一種の苛立たしさに変わり出したように見えた。私はそれからもう一度山の方へ目をやったが、その時はすでにもうその風景の上に一瞬間生じていた異様な美しさは消え失せていた。その晩、私が隣の側室へ寝に行こうとした時、彼女は私を呼び止めた。さっきはごめんなさいね。もういいんだよ。私ね、あの時他のことを言おうとしていたんだけれど、ついあんなことを言ってしまったの。じゃああの時何を言おうとしたんだい？あなたはいつか自然なんぞが本当に美しいと思えるのは、死んでいこうとする者の目にだけだとおっしゃったことがあるでしょう。私、あの時ね、それを思い出したの。なんだかあの時の美しさがそんなふうに思われて、そう言いながら彼女は私の顔を何か訴えたいように見つめた。その言葉に胸を疲れでもしたように、私は思わず目を伏せた。その時、突然、私の頭の中を一つの思想がよぎった。そして、さっきから私をイライラさせていた、何か不確かなような気分が、ようやく私のうちではっきりとしたものになりだした。そうだ、俺はどうしてそいつに気がつかなかったのだろう。あの時、自然なんぞをあんなに美しいと思ったのは俺じゃないのだ。それは俺たちだったのだ。まあ言ってみれば、節子の魂が俺の目を通して、そしてただ俺の流儀で夢見ていただけなのだ。それなのに、節子が自分の最後の瞬間のことを夢見ているとも知らないで、俺は俺で、勝手に俺たちの長生きした時のことなんぞ考えていたなんて。いつしかそんな考えを突応一しだしていた私が、やっと目を上げるまで、彼女はさっきと同じように私をじっと見つめていた。私はその目を避けるような格好をしながら、彼女の上にこごみかけて、その額にそっと接吻した。私は心から恥ずかしかった。とうとう真夏になった。それは平地でよりももっと猛烈なくらいであった。裏の雑木林では何かが燃え出してもしたかのように、セミがひねもす鳴きやまなかった。樹脂の匂いさえ開け放した窓から漂ってきた。夕方になると、戸外で少しでも楽な呼吸をするために、バルコンまでベッドを引き出させる患者たちが多かった。それらの患者たちを見て、私たちは初めて、この頃にわかにサナトリウムの患者たちの吠え出したことを知った。しかし、私たちは相変わらず誰にも構わずに二人だけの生活を続けていた。この頃、節子は暑さのためにすっかり食欲を失い、夜などもよく寝られないことが多いらしかった。私は彼女の昼寝を守るために、前よりも一層廊下の足音や窓から飛び込んでくる蜂やアブなどに気を配り出した。そして暑さのために思わず大きくなる私自身の呼吸にも気をもんだりした。そのように病人の枕元で息を詰めながら彼女の眠っているのを見守っているのは、私にとっても一つの眠りに近いものだった。私は彼女は眠りながら、呼吸を速くしたり、緩くしたりする変化を苦しいほどはっきりと感じるのだった。私は彼女と心臓の鼓動をさえ共にした。時々軽い呼吸困難が彼女を襲うらしかった。
そんなとき、手を少し痙攣させながら、喉のところまで持って行って、それを押さえるような手つきをする。夢に襲われてでもいるのではないかと思って、私が起こしてやったものかどうかとためらっているうち、そんな苦しげな状態はやがて過ぎ、後に弛緩状態が やってくる。そうすると、私も思わずほっとしながら、今、彼女の息づいている静かな呼吸に、自分までが一種の快感さえ覚える。そうして、彼女が目を覚ますと、私はそっと彼女の髪に接吻をしてやる。彼女は、まだだるそうな目つきで私を見るのだった。あなたそこにいたの？ああ、僕もここで少しうつらうつらしていたんだ。そんな晩など、自分もいつまでも寝つかれずにいるようなことがあると、私はそれが癖にでもなったように、自分でも知らずに手を喉に近づけながら、それを押さえるような手つきを真似たりしている。そして、それに気がついた後で、それからやっと私は本当の呼吸困難を感じたりする。が、それは、私にはむしろ心よいものでさえあった。このごろなんだかお顔色が悪いようよ。ある日彼女はいつもよりしげしげと見ながら言うのだった。どうかなすったのじゃない？何でもないよ。そう言われるのは私の気に入った。僕はいつだってこうじゃないか。あんまり病人のそばにばかりいないで、少しは散歩くらいなすっていらっしゃらない？この暑いのに散歩なんかできるもんか。夜は夜で、真っ暗だしさ。それに毎日病院の中をずいぶん行ったり来たりしているんだからな。私はそんな会話をそれ以上に進めないために毎日廊下などで出会ったりする他の患者たちの話を持ち出すのだった。よくバルコンの縁に一塊になりながら空を競馬場に動いている雲をいろいろそれに似た動物に見立てあったりしている年少の患者たちのことや、いつも付き添い看護婦の腕にすがって、あてもなしに廊下を往復している、ひどい神経衰弱の、不気味なくらい背の高い患者のことなどを話して聞かせたりした。しかし、私はまだ一度もその顔は見たことがないが、いつもその部屋の前を通るたびごとに、気味の悪い、なんだかぞっとするような咳を耳にする、例の第17号室の患者のことだけは、努めて避けるようにしていた。おそらく、それが、このサナトリウムの中で、一番重症の患者なのだろうと思いながら。8月もようやく末近くなったのに、まだずっと寝苦しいような晩が続いていた。そんなある晩、私たちがなかなか寝つかれずにいると、もうとっくに就眠時間の9時は過ぎていた。ずっと向こうの下の病棟がなんとなく騒々しくなりだした。それに時々廊下を小走りにしていくような足音や、押さえつけたような看護婦の小さな叫びや、器具の鋭くぶつかる音が混じった。私はしばらく不安そうに耳を傾けていた。それがやっと静まったかと思うと、それとそっくりな沈黙のざわめきが、ほとんど同時に、あっちの病棟にも、こっちの病棟にも起こり出した。そしてしまいには、私たちのすぐ下の方からも聞こえてきた。私は今、サナトリウムの中を嵐のように暴れ回っているものの、何であるかぐらいは知っていた。私はその間に、何度も耳をそば立てては、さっきから明かりは消してあるものの、まだ同じように寝つかれずにいるらしい。隣室の病人の様子を伺った。病人は寝返りさえ打たずにじっとしているらしかった。私も息苦しいほどじっとしながら、そんな嵐が一人でに衰えてくるのを待ち続けていた。真夜中になってから、やっとそれが衰え出すように見えたので、私は思わずほっとしながら、少しまどろみかけたが、突然隣室で病人がそれまで無理に押さえつけていたような神経的な咳を二つ三つ強くしたので、ふいと目を覚ました。そのまますぐその咳は止まったようだったが、私はどうも気になってならなかったので、そっと隣室に入っていった。真っ暗な中に病人は一人で怯えてでもいたように、大きく目を見開きながら私の方を見ていた。私は何も言わずにそのそばに近づいた。まだ大丈夫よ。彼女は努めて微笑をしながら、私に聞こえるか聞こえないくらいの小声で言った。私は黙ったままベッドの縁に腰をかけた。そこにいてちょうだい。病人はいつもに似ず、気弱そうに私にそう言った。私たちはそうしたまま、まんじるともしないでその夜を明かした。そんなことがあってから2、3日すると、急に夏が衰え出した。9月になると、少し荒れ模様の雨が
何度となく降ったりやんだりしていたが、そのうちにそれはほとんどおやみなしに降り続き出した。それは木の葉を黄ばませるより先にそれを腐らせるかと見えた。指し物サナトリウムの部屋部屋も毎日窓を閉め切って薄暗いほどだった。風が時々戸をばたつかせた。そして裏の雑木林から単調な重苦しい音を引きもぎった。風のない日は私たちは終日雨が屋根伝いにバルコンの上に落ちるのを聞いていた。そんな雨がやっと霧に煮出したある早朝、私は窓からバルコンの面している細長い中庭が幾分薄明るくなってきたようなのをぼんやりと見下ろしていた。その時、中庭の向こうの方から一人の看護婦が、そんな霧のような雨の中をそこここに咲き乱れている野菊やコスモスを手当たり次第に取りながらこっちへ向かって近づいてくるのが見えた。私はそれがあの第17号室の付き添い看護婦であることを認めた。ああ、あのいつも不快な咳ばかり聞いていた患者が死んだのかもしれないな、ふとそんなことを思いながら、雨に濡れたままなんだか興奮したようになってまだ花を取っているその看護婦の姿を見つめているうちに、私は急に心臓が締め付けられるような気がしだした。やっぱりここで一番重かったのはあいつだったのかな。が、あいつがとうとう死んでしまったとすると、今度は、ああ、あんなことを院長が言ってくれなければよかったんだに。私はその看護婦が大きな花束を抱えたまま、バルコンの階に隠れてしまってからも、うつけたように窓ガラスに顔をくっつけていた。何をそんなに見ていらっしゃるの？ベッドから病人が私に問うた。こんな雨の中で、さっきから花を取っている看護婦がいるんだけれど、あれは誰だろうかしら。私はそう独り言のようにつぶやきながら、やっとその窓から離れた。しかしその日は、とうとう一日中、私はなんだか病人の顔をまともに見られずにいた。何もかも見抜いていながら、わざと知らぬような様子をして、時々私の方をじっと病人が見ているような気さえされて、それが私を一層苦しめた。こんなふうにお互いに分かたれない不安や恐怖を抱き始め、二人が二人で少しずつ別々にものを考え出すなんということはいけないことだと思い返しては、私は早くこんな出来事は忘れてしまおうと努めながら、またいつの間にやらそのことばかりを頭に浮かべていた。そしてしまいには、私たちがこのサナトリウムに初めて着いた雪の降る晩に病人が見たという夢、はじめはそれを聞くまいとしながら、ついに打ち負けて病人からそれを聞き出してしまったあの不吉な夢のことまで、今までずっと忘れていたのに、ひょっくり思い浮かべたりしていた。その不思議な夢の中で、病人は死骸になって缶の中に寝ていた。人々はその缶を担いながら、どこだか知らない野原を横切ったり、森の中へ入ったりした。もう死んでいる彼女はしかし、缶の中からすっかり冬枯れた野面や黒いもみの木などをありありと見たり、その上を寂しく吹いて過ぎる風の音を耳に聞いたりしていた。その夢から覚めてからも、彼女は自分の耳がとても冷たくて、もみのざわめきがまだそれを満たしているのをまざまざと感じていた。そんな霧のような雨がなお数日降り続いているうちに、すでにもう他の季節になっていた。サナトリウムの中も気がついてみると、あれだけ多数になっていた患者たちも、一人去り二人去りして、その後には、この冬をこちらで越さなければならないような重い患者たちばかりが取り残され、また夏の前のような寂しさに変わり出していた。第17号室の患者の死がそれを急に目立たせた。9月の末のある朝、私が廊下の北側の窓から何気なしに裏の雑木林の方へ目をやってみると、その霧深い林の中にいつになく人が出たり入ったりしているのが異様に感じられた。看護婦たちに聞いてみても、何も知らないような様子をしていた。それっきり私もつい忘れていたが、翌日もまた早朝から2、3人の妊婦が来て、その丘の縁にある栗の木らしいものを切り倒し始めているのが、霧の中に見えたり隠れたりしていた。その日、私は患者たちがまだ誰も知らずにいるらしい、その前日の出来事をふとしたことから聞き知った。それは何でも、例の気味の悪い神経衰弱の患者が、その林の中で、意識していたという話だった。そういえば、どうかすると日に何度も見かけた、あの付き添い看護婦の腕にすがって、廊下を行ったり来たりしていた大きな男が、昨日から急に姿を消してしまっていることに気がついた。
あの男の番だったのか、第十七号室の患者が死んでからというもの、すっかり神経質になっていた私は、それからまだ1週間と経たないうちに、引き続いて起こったそんな思いがけない死のために、思わずほっとしたような気持ちになった。そしてそれは、そんな陰惨な死から、当然私が受けたに違いない気味悪さすら、私にはそのためにほとんど感じられずにしまったと言っていいほどであった。この間死んだやつの次ぐらいに悪いと言われていたって、何も死ぬと決まっているわけのものじゃないんだからな。私はそう気軽そうに自分に向かって言って聞かせたりした。裏の林の中の栗の木が2、3本ばかり刈り取られて、なんだか間の抜けたようになってしまった後は、今度はその丘の縁を引き続き妊婦たちが切り崩し出し、そこから少し急な傾斜で下がっている病棟の北側に沿った少しばかりの空き地にその土を運んでは、そこら一帯を緩やかななぞえにし始めていた。人はそこを花壇に変える仕事に取り掛かっているのだ。お父さんからお手紙だよ。私は看護婦から渡された一束の手紙の中からその一つを節子に渡した。彼女はベッドに寝たままそれを受け取ると、急に少女らしく目を輝かせながらそれを読み出した。あら、お父様がいらっしゃるんですって。旅行中の父はその祈祷を利用して近いうちにサナトリウムへ立ち寄るということを書いてよこしたのだった。それはある10月のよく晴れた、しかし風の少し強い日だった。近頃寝たきりだったので食欲が衰え、やや痩せの目立つようになった節子は、その日から勤めて食事をし、時々ベッドの上に起きていたり腰掛けたりしだした。彼女はまた時々思い出し笑いのようなものを顔の上に漂わせた。私はそれに彼女がいつも父の前でのみ浮かべる少女らしい微笑の下書きのようなものを認めた。私はそういう彼女のするがままにさせていた。それから数日たったある午後、彼女の父はやってきた。彼は幾分前よりか顔にもお湯を見せていたが、それよりももっと目立つほど背中をかがめるようにしていた。それが何とはなしに病院の空気を彼が恐れでもしているような様子に見せた。そうして病室へ入るなり、彼はいつも私の座りつけている病人の枕元に腰を下ろした。ここ数日、少し体を動かしすぎたせいか、昨日の夕方いくらか熱を出し、医者の言いつけで彼女はその期待も虚しく、朝からずっと安静を命じられていた。ほとんどもう病人は治りかけているものと思い込んでいたらしいのに、まだそうして寝たきりでいるのを見て、父は少し不安そうな様子だった。そしてその原因を調べでもするかのように、病室の中を視察に見回したり、看護婦たちのいちいちの動作を見守ったり、それからバルコニーまで出て行って見たりしていたが、それらはいずれも彼を満足させたらしかった。そのうちに病人がだんだん興奮よりも熱のせいで、頬をバラ色にさせ出したのを見ると、しかし顔色はとてもいいと、娘がどこか良くなっていることを自分自身に納得させたいかのようにそればかり繰り返していた。私はそれから用事を口実にして病室を出て行き、彼らを二人きりにさせておいた。やがてしばらくしてから再び入って行ってみると、病人はベッドの上に置き直っていた。そして隔壁の上に父の持ってきた菓子箱や他の紙包みをいっぱいに広げていた。それは少女時代彼女の好きだった、そして今でも好きだと父の思っているようなものばかりらしかった。私を見ると彼女はまるでいたずらを見つけられた少女のように顔を赤くしながらそれを片付けすぐ横になった。私は幾分気詰まりになりながら二人から少し離れて窓際の椅子に腰掛けた。二人は私のために中断されたらしい話の続きをさっきよりも小声で続け出した。それは私の知らない馴染みの人々や事柄に関するものが多かった。そのうちのあるものは彼女に私の知れないような小さな感動をさえ与えているらしかった。私は二人のさも楽しげな対話を何かそういう絵でも見ているかのように見比べていた。そしてそんな会話の間に父に示す彼女の表情や抑揚のうちに何か非常に少女らしい輝きがよみがえるのを私は認めた。そしてそんな彼女の子供らしい幸福の様子が私に私の知らない彼女の少女時代のことを夢見させていた。ちょっとの間私たちが二人きりになった時、私は彼女に近づいてからかうように耳打ちした。お前は
今日はなんだか見知らないバラ色の少女みたいだよ。知らないわ。彼女はまるで小娘のように顔を両手で隠した。父は二日滞在していった。出発する前、父は私を案内役にして、サナトリウムの周りを歩いた。が、それは私と二人きりで話すのが目的だった。空には雲一つないくらいに晴れ切った日だった。いつになく、くっきりと赤茶けた山肌を見せている八ヶ岳などを私が指して示しても、父はそれにはちょっと目を上げるきりで、熱心に話を続けていた。ここはどうも、あれの体には向かないのではないだろうか。もう半年以上にもなるのだから、もう少し良くなっていそうなものだが。さあ、今年の夏は、どこも気候が悪かったのではないでしょうか。それにこういう山の療養所なんぞは、冬がいいのだと言いますが。それは冬まで辛抱していられればいいのかもしれんが、しかしあれには冬まで我慢できまい。しかし、自分では冬もいる気でいるようですよ。私はこういう山の孤独が、どんなに私たちの幸福を、育んでいてくれるかということを、どうしたら父に理解させられるだろうかと、もどかしがりながら、しかしそういう私たちのために、父の払っている犠牲のことを思えば、何ともそれを言い出しかねて、私たちのちぐはぐな対話を続けていた。まあ、せっかく山へ来たのですから、いられるだけいてみるようになさいませんか。だが、あなたも冬まで一緒にいてくだされるのか。ええ、もちろんいますとも。それはあなたには本当にすまんな。だが、あなたは、今仕事はしておられるのか？いいえ。しかし、あなたも、病人にばかり構っておらずに、仕事も少しはなさらなければいけないね。ええ、これから少し、と私は、口ごもるように言った。そうだ、俺は随分長いこと俺の仕事を打ち明らかしていたな。なんとかして、今のうちに、仕事も日出さなければいけない。そんなことまで考え出しながら、何かしら、私は気持ちがいっぱいになってきた。それから私たちはしばらく無言のまま、丘の上に佇みながら、いつの間にか西の方から中空にずんずん広がり出した無数の鱗のような雲をじっと見上げていた。やがて私たちは、もうすっかり木の葉の基盤だ、雑木林の中を通り抜けて、裏手から病院へ帰っていった。その日も妊婦は二三人で例の丘を切り崩していた。そのそばを通り過ぎながら、私は、何でもここへ花壇をこしらえるんだそうですよ。といかにも何気なさそうに言ったきりだった。夕方、停車場まで父を見送りに行って、私が帰ってきてみると、病人はベッドの中で体を横向きにしながら、激しい咳にむせっていた。こんなに激しい咳は、これまで一度もしたことはないくらいだった。その発作が少し静まるのを待ちながら、私が、どうしたんだいと尋ねると、何でもないの、じき止まるわ。病人はそれだけやっと答えた。その水をちょうだい。私はフラスコからコップに水を少しついで、それを彼女の口に持って行ってやった。彼女はそれを一口飲むと、しばらく平静にしていたが、そんな状態は短い間に過ぎ、またもさっきよりも激しいくらいの発作が彼女を襲った。私はほとんどベッドの端まで乗り出して、身もだえしている彼女をどうしようもなく、ただこう聞いたばかりだった。看護婦を呼ぼうか。彼女はその発作が静まっても、いつまでも苦しそうに体をねじらせたまま、両手で顔を覆いながら、ただうなずいてみせた。私は看護婦を呼びに行った。そして、私に構わず先に走って行った看護婦の少し後から病室へ入っていくと、病人はその看護婦に両手で支えられるようにしながら、幾分楽そうな姿勢に帰っていた。が、彼女は、うつけたようにぼんやりと目を見開いているきりだった。咳の発作は一時止まったらしかった。看護婦は彼女を支えていた手を少しずつ離しながら、もう止まったわね。少しそのままじっとしていらっしゃいね。と言って、乱れた毛布などを直したりし始めた。今注射を頼んできてあげるわ。看護婦は部屋を出て行きながら、どこにいていいかわからなくなって、ドアのところに棒立ちに立っていた私に、ちょっと耳打ちした。少し血痰を出してよ。私はやっと彼女の枕元に近づいていった。彼女はぼんやりと目は見開いていたが、なんだか眠っているとしか思えなかった。私はその青ざめた額にほつれた小さな渦を巻いている髪をかき上げてやりながら、その冷たく汗ばんだ額を私の手でそっと撫でた。彼女はやっと私の温かい存在をそれに感じでもしたかのように、
ちらっと謎のような微笑みを唇に漂わせた。絶対安静の日々が続いた。病室の窓はすっかり黄色い日覆いを下ろされ、中は薄暗くされていた。看護婦たちも足をつま立てて歩いた。私はほとんど病人の枕元につきっきりでいた。よとぎも一人で引き受けていた。時々病人は私の方を見て何か言い出しそうにした。私はそれを言わせないようにすぐ指を私の口に当てた。そのような沈黙が私たちをそれぞれ各自の考えのうちに引っ込ませていた。が、私たちはただ相手が何を考えているのかを痛いほどはっきりと感じ合っていた。そして私が今度の出来事をあたかも自分のために病人が犠牲にしていてくれたものがただ目に見えるものに変わっただけかのように思い詰めている間、病人はまた病人で、これまで二人してあんなにも細心に細心にと育て上げてきたものを自分の軽はずみから一瞬に打ち壊してしまいでもしたように悔いているらしいのがはっきりと私に感じられた。そしてそういう自分の犠牲を犠牲ともしないで自分の軽はずみなことばかりを責めているように見える病人のいじらしい気持ちが私の心を締め付けていた。そういう犠牲をまで病人に当然の代償のように払わせながら、それがいつ死の床になるかもしれぬようなベッドで、こうして病人と共に楽しむようにして味わっている生の快楽、それこそ私たちをこの上なく幸福にさせてくれるものだと私たちが信じているもの、それは果たして私たちを本当に満足させおおせるものだろうか。私たちが今私たちの幸福だと思っているものは、私たちがそれを信じているよりはもっとつかの間のもの、もっと気まぐれに近いようなものではないだろうか。よとぎに疲れた私は病人のまどろんでいるそばで、そんな考えを突おいつしながら、この頃ともすれば私たちの幸福が何者かに脅かされがちなのを不安そうに感じていた。その危機はしかし一週間ばかりで立ち退いた。ある朝、看護婦がやっと病室から日覆いを取り除けて窓の一部を開け放していった。窓から差し込んでくる秋らしい日光をまぶしそうにしながら、気持ちがいいわと病人はベッドの中からよみがえったように言った。彼女の枕元で新聞を広げていた私は、人間に大きな衝動を与える出来事なんぞというものは、かえってそれが過ぎ去った後は、なんだかまるでよそのことのように見えるものだなぁと思いながら、そういう彼女の方をちらりと見合って、思わず揶揄するような調子で言った。もうお父さんが来たって、あんなに興奮しない方がいいよ。彼女は顔を心持ち明らめながら、そんな私の揶揄を素直に受け入れた。今度はお父様がいらしたって知らん顔をしていてやるわ。それがお前にできるんならね。そんなふうに冗談でも言い合うように、私たちはお互いに相手の気持ちをいたわり合うようにしながら、一緒になって子供らしく、すべての責任を彼女の父に押し付け合ったりした。そうして私たちは少しもわざとらしくなく、この一週間の出来事がほんの何かの間違いに過ぎなかったような気軽な気分になりながら、今しがたまで私たちを肉体的ばかりでなく精神的にも襲いかかっているように見えた危機を子供投げに切り抜け出していた。少なくとも私たちにはそう見えた。ある晩、私は彼女のそばで本を読んでいるうち、突然それを閉じて窓のところに行き、しばらく感慨深そうに佇んでいた。それからまた彼女のそばに帰った。私は再び本を取り上げてそれを読み出した。どうしたの？彼女は顔を上げながら私に問うた。何でもない。私は無造作にそう答えて、数秒時本の方に気を取られているような様子をしていたが、とうとう私は口を切った。こっちへ来てあんまり何もせずにしまったから、僕はこれから仕事でもしようかと考え出しているのさ。そうよ、お仕事をなさらなければいけないわ。お父様もそれを心配なさっていたわ。彼女は真面目な顔つきをして返事をした。私なんかのことばかり考えていないで。いや、お前のことをもっともっと考えたいんだ。
私はその時、とっさに頭に浮かんできた、ある小説の漠とした異例を、すぐその場で追い回し出しながら、独り言のように言い続けた。俺は、お前のことを小説に書こうと思うのだよ。それより他のことは、今の俺には考えられそうもないのだ。俺たちがこうして、お互いに与え合っているこの幸福、皆がもう行き止まりだと思っているところから始まっているようなこの生の楽しさ、そういった誰も知らないような俺たちだけのものを、俺はもっと確実なものに、もう少し形を成したものに置き換えたいのだ。わかるだろう？わかるわ。彼女は自分自身の考えでも追うかのように、私の考えを追っていたらしく、それにすぐ応じた。が、それから口を少し歪めるように笑いながら、私のことならどうでもお好きなようにお書きなさいな、と私を軽くあしらうように言い出した。私はしかし、その言葉を率直に受け取った。ああ、それは俺の好きなように書くともさ。が、今度のやつは、お前にも担当助力してもらわなければならないのだよ。私にもできることなの？ああ、お前にはね、俺の仕事の間、頭から足の先まで幸福になっていてもらいたいんだ。そうでないと。一人でぼんやりと考え事をしているのよりも、こうやって二人で一緒に考え合っているみたいな方が、余計自分の頭が活発に働くのを異様に感じながら、私は後から後からと湧いてくる思想に、押さえでもするかのように、病室の中をいつか行ったり来たりしだしていた。あんまり病人のそばにばかりいるから、元気がなくなるのよ。少しは散歩でもしていらっしゃらない？うん、俺も仕事をするとなるや、と私は目を輝かせながら元気よく答えた。うんと散歩もするよ。私はその森を出た。大きな沢を隔てながら、向こうの森を越して、八ヶ岳の山麓一帯が、私の目の前に果てしなく展開していたが、そのずっと前方、ほとんどその森と、すれすれぐらいのところに、一つの狭い村と、その傾いた耕作地とが横たわり、そしてその一部に、いくつもの赤い屋根を、翼のように広げた、サナトリウムの建物が、ごく小さな姿になりながら、しかし明瞭に認められた。私は早朝からどこをどう歩いているのかも知らずに、足の向くまま、自分の考えにすっかり身を任せきったようになって、森から森へとさまよい続けていたのだったが、今、そんなふうに私の目の当たりに、秋の澄んだ空気が思いがけずに近寄せているサナトリウムの小さな姿を、ふうに視野に入れた刹那、私は急に何か自分についていたものから冷めたような気持ちで、その建物の中で、多数の病人たちに取り囲まれながら、毎日毎日を何気なさそうに過ごしている私たちの生活の異様さを、初めてそれから引き離して考え出した。そうして、さっきから自分のうちに湧き立っている制作欲に、それからそれへと促されながら、私はそんな私たちの奇妙な日ごと日ごとを一つの異常にパセティックな、しかも物静かな物語に置き換え出した。節子よ、これまで二人の者がこんな風に愛し合ったことがあろうとは思えない。今までお前という者はいなかったのだもの。それから私という者も。私の妄想は私たちの上に起こった様々な事物の上を、ある時は迅速に過ぎ、ある時はじっと一ところに停滞し、いつまでもいつまでもためらっているように見えた。私は節子から遠くに離れてはいたが、その間、絶えず彼女に話しかけ、そして彼女の答えるのを聞いた。そういう私たちについての物語は、生そのもののように、果てしがないように思われた。そうして、その物語はいつの間にか、それ自身の力でもって生き始め、私に構わず、勝手に展開しだしながら、ともすれば、ひとところに停滞しがちな私を、そこに取り残したまま、その物語自身があたかも、そういう結果を欲してもするかのように、やめる女主人公の物悲しい死を作為しだしていた。身の終わりを予覚しながら、その衰えかかっている力を尽くして、努めて快活に、努めて気高く生きようとしていた娘。恋人の腕に抱かれながら、ただその残される者の悲しみを悲しみながら、自分はさも幸福そうに死んでいった娘。そんな娘の映像が、
空に描いたようにはっきりと浮かんでくる。男は自分たちの愛を一層純粋なものにしようと試みて、病身の娘を誘うようにして山のサナトリウムに入っていくが、死が彼らを脅かすようになると、男はこうして彼らが得ようとしている幸福は、果たしてそれが完全に得られたにしても、彼ら自身を満足させうるものかどうかを次第に疑うようになる。が、娘はその宿のうちに最後まで自分を誠実に介抱してくれたことを男に感謝しながら、さも満足そうに死んでいく。そして男はそういう気高い死者に助けられながら、やっと自分たちのささやかな幸福を信ずることができるようになる。そんな物語の結末が、まるでそこに私を待ち伏せてでもいたかのように見えた。そして突然、そんな死に瀕した娘の映像が、思いがけない激しさで私を打った。私は、あたかも夢から覚めたかのように、何ともかとも言いようのない恐怖と羞恥とに襲われた。そして、そういう無双を自分から振り払おうとでもするように、私は腰掛けていたブナの羅根から荒々しく立ち上がった。太陽はすでに高く昇っていた。山や森や群れや畑、そうしたすべてのものは、秋の穏やかな日の中に、いかにも安定したように浮かんでいた。彼方に小さく見えるサナトリウムの建物の中でも、すべてのものは毎日の習慣を再び取り出しているのに違いなかった。そのうち、不意に、それらの見知らぬ人々の間で、いつもの習慣から取り残されたまま、一人でしょんぼりと私を待っている節子の寂しそうな姿を頭に浮かべると、私は急にそれが気になってたまらないように、急いで山道を下り始めた。私は裏の林を抜けてサナトリウムに帰った。そしてバルコンを迂回しながら、一番外れの病室に近づいていった。私には少しも気がつかずに、節子はベッドの上で、いつもしているように髪の先を手でいじりながら、幾分悲しげな目つきで空を見つめていた。私は窓ガラスを指で叩こうとしたのをふと思いとどまりながら、そういう彼女の姿をじっと見入った。彼女は何かに脅かされているのをやっとこらえているとでも言った様子で、それで言ってそんな様子をしていることなどは、おそらく彼女自身も気がついていないのだろうと思えるくらい、ぼんやりしているらしかった。私は心臓を締め付けられるような気がしながら、そんな見知らない彼女の姿を見つめていた。と突然、彼女の顔が明るくなったようだった。彼女は顔をもたげて微笑さえしだした。彼女は私を見つめたのだった。私はバルコンから入りながら、彼女のそばに近づいていった。何を考えていたの？何にも。彼女はなんだか自分のでないような声で返事をした。私がそのまま何も言い出さずに、少し気が塞いだように黙っていると、彼女はやっといつもの自分に帰ったような親密な声で、どこへ行っていらしたの？ずいぶん長かったのね、と私に聞いた。向こうの方だ。私は無造作にバルコンの真正面に見える遠い森の方を指した。まあ、あんなところまで行ったの？お仕事はできそう？うん、まあ。私はひどく不愛想に答えたきり、しばらくまた元のような無言に帰っていたが、それから出し抜けに私は、お前、今のような生活に満足しているかい？と、いくらか上ずったような声で聞いた。彼女はそんな突拍子もない質問に、ちょっとたじろいた様子をしていたが、それから私をじっと見つめ返して、いかにもそれを確信しているようにうなずきながら、どうしてそんなことをお聞きになるの？といぶかしそうに問い返した。俺はなんだか今のような生活が、俺の気まぐれなのじゃないかと思ったんだ。そんなものをいかにも大事なもののように、こうやってお前にも。そんなことを言っちゃだ、いや。彼女は急に私を遮った。そんなことをおっしゃるのがあなたの気まぐれなの？けれども私はそんな言葉にはまだ満足しないような様子を見せていた。彼女はそういう私の沈んだ様子をしばらくはただもじもじしながら見守っていたが、とうとうこらえきれなくなったとでも言うように言い出した。私がここでもってこんなに満足しているのが、あなたにはお別れにならないの？どんなに体の悪い時でも、私は一度だって家へ帰りたいなんぞと思ったことはないわ。もしあなたが私のそばにいてくださらなかったら、私は本当にどうなっていたでしょう。さっきだって、あなたがお留守の間、
最初のうちはそれでもあなたのお帰りが遅ければ遅いほどお帰りになった時の喜びが余計になるばかりだと思って痩せ我慢していたんだけれど、あなたがもうお帰りになると私の思い込んでいた時間をずっと過ぎてもお帰りにならないので、しまいにはとても不安になってきたの。そうしたらいつもあなたと一緒にいるこの部屋までがなんだか見知らない部屋のような気がしてきて、怖くなって部屋の中から飛び出したくなったくらいだったわ。でもそれからやっとあなたのいつかおっしゃったお言葉を考え出したら、少し気が落ち着いてきたの。あなたはいつか私にこうおっしゃったでしょ。私たちの今の生活、ずっと後になって思い出したらどんなに美しいだろうって。彼女はだんだんしゃがれたような声になりながら、それを言い終えると、一種の微笑ともつかないようなもので、口元をゆがめながら、私をじっと見つめた。彼女のそんな言葉を聞いているうちに、たまらぬほど胸がいっぱいになりだした私は、しかし、そういう自分の感動した様子を彼女に見られることを恐れでもするように、そっとバルコンに出て行った。そしてその上から、かつて私たちの幸福をそこに完全に描き出したかとも思えた、あの初夏の夕方のそれに似た、しかしそれとは全然違った秋の午前の光、もっと冷たい、もっと深みのある光を帯びた、辺り一帯の風景を私はしみじみと見入り出していた。あの時の幸福に似た、しかしもっともっと胸の締め付けられるような見知らない感動で自分がいっぱいになっているのを感じながら。章終わり。この録音はパブリックドメインです。LibriVox.org のために録音されました。冬、1935年10月20日、午後、いつものように病人を残して、私はサナトリウムを離れると、収穫に忙しい農夫らの立ち働いている田畑の間を抜けながら、雑木林を越えて、その山のくぼみにある人気の絶えた狭い村に降りた後、小さな渓流にかかった吊り橋を渡って、その村の対岸にある栗の木の多い低い山へよじ登り、その上方の斜面に腰を下ろした。そこで私は何時間も明るい静かな気分で、これから手をつけようとしている物語の構想にふけっていた。時折私の足元の方で思い出したように子供らが栗の木を揺すぶって一時に栗の実を落とす。その谷中に響き渡るような大きな音に驚かされながら、そういう自分の周りに見聞きされるすべてのものが、私たちの生の果実もすでに熟していることを告げ、そしてそれを早く取り入れるようにと自分を促しでもしているかのように感じるのが私は好きであった。ようやく日が傾いて、早くもその谷の村が向こうの雑木山の影の中にすっかり入ってしまうのを認めると、私は静かに立ち上がって山を下り、再び吊り橋を渡って、あちらこちらに水車がごとごとと音を立てながら絶えず回っている狭い村の中を何ということはなしに一回りした後、八ヶ岳の山麓一帯に広がっている唐松林のへりを、もうそろそろ病人がもじもじしながら自分の帰りを待っているだろうと考えながら、心持ち足を早めてサナトリウムに戻るのだった。10月23日。明け方近く、私は自分のすぐ身近でしたような気のする異様な物音に驚いて目を覚ました。そうしてしばらく耳をそば立てていたが、サナトリウム全体は死んだようにひっそりとしていた。それからなんだか目が冴えて、私はもう寝つかれなくなった。小さな蛾のこぶりついている窓ガラスを通して、私はぼんやりと暁の星がまだ二つ三つかすかに光っているのを見つめていた。が、そのうちに私はそういう朝明けが何とも言えずに寂しいような気がしてきて、そっと起き上がると何をしようとしているのか自分でもわからないように、まだ暗い隣の病室へ素足のままで入っていった。そうしてベッドに近づきながら、節子の寝顔をかがみ込むようにしてみた。すると彼女は思いがけずパッチリと目を見開いて、そんな私の方を見上げながら、どうなすったのといぶかしそうに聞いた。
私は何でもないと言った目配せをしながら、そのまま静かに彼女の上に身をかがめて、いかにもこらえきれなくなったように、その顔へぴったりと自分の顔を押し付けた。まあ、冷たいこと。彼女は目をつぶりながら、頭を少し動かした。髪の毛がかすかに匂った。そのまま私たちは、お互いのつく息を感じ合いながら、いつまでもそうしてじっと頬ずりをしていた。あらまた栗が落ちた。彼女は目を細めに開けて私を見ながらそう囁いた。ああ、あれは栗だったのかい。あいつのおかげで俺はさっき目を覚ましてしまったのだ。私は少し上ずったような声でそう言いながら、そっと彼女を手放すと、いつの間にかだんだん明るくなりだした窓の方へ歩み寄っていった。そしてその窓に寄りかかって、今しがたどちらの目からにじみ出たのかもわからない熱いものが私の方を伝うがままにさせながら、向こうの山の背にいくつか雲の動かずにいるあたりが赤く濁ったような色合いを帯び出しているのを見入っていた。畑の方からはやっと物音が聞こえ出した。そんなことをしていらっしゃるとおかずを引くわ。ベッドから彼女が小さな声で言った。私は何か気軽い調子で返事をしてやりたいと思いながら、彼女の方を振り向いた。が、大きく見張って、気遣わしそうに私を見つめている彼女の目と見合わせると、そんな言葉は出されなかった。そうして、無言のまま窓を離れて、自分の部屋に戻っていった。それから数分経つと、病人は、明け方にいつもする、抑えかねたような激しい咳を出した。再び寝床に潜り込みながら、私は何ともかとも言われないような不安な気持ちでそれを聞いていた。10月27日、私は今日もまた山や森で午後を過ごした。一つの次第が終日私の考えを離れない。真の婚約の次第、二人の人間がそのあまりにも短い一生の間をどれだけお互いに幸福にさせ合えるか。あらがいがたい運命の前に静かに頭をうなだれたまま、互いに心と心と身と身とを温め合いながら並んで立っている若い男女の姿、そんな一組としての寂しそうな、それでいてどこか楽しくないこともない私たちの姿がはっきりと私の目の前に見えてくる。それを置いて今の私に何が書けるだろうか。果てしのないような山麓をすっかり黄ばませながら傾いているカラマツ林の淵を、夕方私がいつものように足早に帰ってくると、ちょうどサナトリウムの裏になった雑木林の外れに、斜めになった日を浴びて、髪をまぶしいほど光らせながら立っている一人の背の高い若い女が遠く認められた。私はちょっと立ち止まった。どうもそれは節子らしかった。しかし、そんな場所に一人きりのようなのを見て、果たして彼女かどうかわからなかったので、私はただ前よりも少し足を早めただけだった。が、だんだん近づいてみると、それはやはり節子であった。どうしたんだい？私は彼女のそばに駆けつけて、息を弾ませながら聞いた。ここであなたをお待ちしていたの。彼女は顔を少し赤くして笑いながら答えた。そんな乱暴なことをしてもいいのかな？私は彼女の顔を横から見た。一遍くらいなら構わないわ。それに今日はとても気分がいいのですもの。勤めて快活な声を出してそう言いながら、彼女はなおもじっと私の帰ってきた山麓の方を見ていた。あなたのいらっしゃるのがずっと遠くから見えていたわ。私は何も言わずに彼女のそばに並んで同じ方角を見つめた。彼女が再び快活そうに言った。ここまで出ると八ヶ岳がすっかり見えるのね。うん、と私は気のなさそうな返事をしたきりだったが、そのままそうやって彼女と肩を並べてその山を見つめているうちに、ふいとなんだか不思議にこんがらかったような気がしてきた。こうやってお前とあの山を見ているのは今日が初めてだったね。だが俺にはどうもこれまでに何遍もこうやってあれを見ていたことがあるような気がするんだよ。そんなはずはないじゃないの。いやそうだ。俺は今やっと気がついた。俺たちはね、ずっと前にこの山をちょうど向こう側からこうやって一緒に見ていたことがあるのだ。いや、お前とそれを見ていた夏の自分はいつも雲に妨げられて
ほとんど何も見えやしなかったのさ。しかし、秋になってから、一人で俺がそこへ行ってみたら、ずっと向こうの地平線の果てに、この山が今とは反対の側から見えたのだ。あの遠くに見えた、どこの山だかちっとも知らずにいたのが、確かにこれらしい。ちょうどそんな方角になりそうだ。お前、あのススキが単と生い茂っていた腹を覚えているだろう。ええ。だが、実に妙だな。今、あの山のふもとに、こうして、これまで何も気がつかずにお前と暮らしていたなんて。ちょうど二年前の秋の最後の日、一面に生い茂ったススキの間から、初めて地平線の上にくっきりと見出したこの山々を遠くから眺めながら、ほとんど悲しいくらいの幸福な感じを持って、二人はいつかはきっと一緒になれるだろうと夢見ていた自分自身の姿が、いかにも懐かしく、私の目に鮮やかに浮かんできた。私たちは沈黙に落ちた。その上空を渡り鳥の群れらしいのが、音もなくスーッと横切っていく。その波重なった山々を眺めながら、私たちはそんな最初の日々のような親しい気持ちで、肩を落ち着け合ったまま、佇んでいた。そうして、私たちの会が、だんだん長くなりながら、草の上を這うがままにさせていた。やがて、風が少し出たと見えて、私たちの背後の雑木林が、急にざわめき立った。私は、もうそろそろ帰ろう、と、ふいと思い出したように、彼女に言った。私たちは、絶えず落ち葉のしている雑木林の中へ入っていった。私は、時々立ち止まって、彼女を少し先に歩かせた。二年前の夏、ただ彼女をよく見たいばかりに、わざと私の二三歩先に彼女を歩かせながら、森の中などを散歩した頃の、さまざまな小さな思い出が、心臓を締め付けられるくらいに、私のうちにいっぱいに溢れてきた。11月2日、夜、一つの明かりが私たちを近づけ合っている。その明かりの下で、ものを言い合わないことにも慣れて、私がせっせと私たちの生の幸福を次第にした物語を書き続けていると、その傘の影になった薄暗いベッドの中に、節子はそこにいるのだかいないのだかわからないほど、物静かに寝ている。時々私がそっちへ顔を上げると、さっきからじっと私を見つめ続けていたかのように、私を見つめていることがある。こうやってあなたのおそばにいさえすれば、私はそれでいいの、と私にさも言いたくってたまらないでいるような愛情を込めた目つきである。ああ、それがどんなに今の私に自分たちの所有している幸福を信じさせ、そしてこうやってそれにはっきりした形を与えることに努力している私を助けていてくれることか。11月10日、冬になる。空は広がり、山々はいよいよ近くなる。その山々の情報だけ、雪雲らしいのがいつまでも動かずにじっとしているようなことがある。そんな朝には山から雪に覆われてくるのか、バルコンの上までがいつもはあんまり見かけたことのない小鳥でいっぱいになる。そんな雪雲の消え去った後は、一日ぐらいその山々の情報だけが薄白くなっていることがある。そしてこの頃は、そんないくつかの山の頂には、そういう雪がそのまま目立つほど残っているようになった。私は数年前しばしばこういう冬の寂しい山岳地方で、可愛らしい娘と二人きりで、世間から全く隔たって、お互いが切なく思うほどに愛し合いながら暮らすことを好んで夢見ていた頃のことを思い出す。私は自分の小さい時から失わずにいる甘美な人生への限りない夢を、そういう人の怖がるような過酷なくらいの自然の中に、それをそっくりそのまま少しも損なわずに生かしてみたかったのだ。そしてそのためには、どうしてもこういう本当の冬、寂しい山岳地方のそれでなければいけなかったのだ。夜の明けかかる頃、私はまだその少し病身な娘の眠っている間にそっと起きて、山小屋から雪の中へ元気よく飛び出していく。あたりの山々は、明け物の光を浴びながら、バラ色に輝いている。私は隣の農家から搾りたてのヤギの乳をもらって、すっかり凍えそうになりながら戻ってくる。それから自分で暖炉に焚き木をくべる。やがてそれがパチパチと活発な音を立てて燃え出し、その音で
やっとその娘が目を覚ます自分には、もう私はかじかんだ手をして、しかしさも楽しそうに、今自分たちがそうやって暮らしている山の生活をそっくりそのまま書き取っている。今朝、私はそういう自分の数年前の夢を思い出し、そんなどこにだってありそうもない版画じみた冬景色を目の当たりに浮かべながら、その丸木造りの小屋の中のさまざまな家具の位置を変えたり、それについて私自身と相談し合ったりしていた。それからついにそんな背景はバラバラになり、ぼやけて消えていきながら、ただ私の目の前には、その夢からそれだけが現実にはみ出しでもしたように、ほんの少しばかり雪の積もった山々と、裸になった木立と、冷たい空気とだけが残っていた。一人で先に食事を済ませてしまってから、窓際に椅子をずらして、そんな思い出にふけっていた私は、その時急に、今やっと食事を終え、そのままベッドの上に置きながら、なんとなく疲れを帯びたような、ぼんやりした目つきで山の方を見つめている節子の方を振り向いて、その髪の毛の少しほつれているやつれたような顔をいつになく痛々しげに見つめ出した。この俺の夢がこんなところまでお前を連れてきたようなものなのだろうかしら。と私は何か苦に近いような気持ちでいっぱいになりながら、口には出さずに病人に向かって話しかけた。それだというのに、この頃の俺は自分の仕事にばかり心を奪われている。そうしてこんなふうにお前のそばにいる時だって、俺は現在のお前のことなんぞちっとも考えてやりはしないのだ。それでいて俺は仕事をしながらお前のことをもっともっと考えているのだと、お前にもそれから自分自身にも言って聞かせてある。そうして俺はいつの間にかいい気になって、お前のことよりも俺のつまらない夢なんぞにこんなに時間を潰し出しているのだ。そんな私の物言いたげな目つきに気がついたのか、病人はベッドの上からにっこりともしないで真面目に私の方を見返していた。この頃いつの間にかそんな具合に、前よりかずっと長い間、もっともっとお互いを締め付け合うように目と目を見合わせているのが私たちの習慣になっていた。11月17日、私はもう二三日すれば私のノートを書き終えられるだろう。それは私たち自身のこうした生活について書いていればきりがあるまい。それをともかくも、一応書き終えるためには私は何か結末を与えなければならないのだろうが、今もなおこうして私たちの生き続けている生活にはどんな結末だって与えたくはない。いや、与えられはしないだろう。むしろ私たちのこうした現在のあるがままの姿でそれを終わらせるのが一番いいだろう。現在のあるがままの姿。私は今何かの物語で読んだ、幸福の思い出ほど幸福を妨げるものはないという言葉を思い出している。現在私たちの互いに与え合っているものは、かつて私たちの互いに与え合っていた幸福とは、まあなんと違ったものになってきているだろう。それはそういった幸福に似た、しかしそれとはかなり異なった、もっともっと胸が締め付けられるように切ないものだ。こういう本当の姿がまだ私たちの性の表面にも完全に現れてきていないものを、このまま私はすぐ追い詰めていって、果たしてそれに私たちの幸福の物語にふさわしいような結末を見出せるであろうか。なぜだかわからないけれど、私がまだはっきりさせることのできずにいる私たちの性の側面には、なんとなく私たちのそんな幸福に敵意を持っているようなものが潜んでいるような気もしてならない。そんなことを私は何か落ち着かない気持ちで考えながら、明かりを消してもう寝入っている病人のそばを通り抜けようとして、ふと立ち止まって、暗がりの中にそれだけがほの字ろく浮いている彼女の寝顔をじっと見守った。その少し落ちこぼんだ目の周りが、時々ピクピクとひつれるようだったが、私にはそれが何者かに脅かされてでもいるように見えてならなかった。私自身の言いようもない不安が、それをただそんなふうに感じさせるに過ぎないであろうか。11月20日、私はこれまで書いてきたノートをすっかり読み返してみた。私の意図したところは、これならまあどうやら自分を満足させる程度には書けているように思えた。
が、それとは別に、私はそれを読み続けている自分自身のうちに、その物語の主題をなしている私たち自身の幸福をもう完全には味わえそうもなくなっている、本当に思いがけない不安そうな私の姿を見出し始めていた。そうして私の考えはいつかその物語そのものを離れ出していた。この物語の中の俺たちは、俺たちに許されるだけのささやかな性の楽しみを味わいながら、それだけでユニークにお互いを幸福にさせ合えると信じていられた。少なくともそれだけで俺は俺の心を縛りつけていられるものと思っていた。が、俺たちはあんまり高く狙いすぎていたのであろうか。そして俺は俺の性の欲求を少しばかり見くびりすぎていたのであろうか。そのために今、俺の心の戒めがこんなにも引きちぎられそうになっているのだろうか。かわいそうな節子、と私は机に掘り出したノートをそのまま片付けようともしないで考え続けていた。こいつは俺自身が気づかぬようなふりをしていた、そんな俺の性の欲求を沈黙の中に見抜いて、それに同情を寄せているように見えてならない。そしてそれがまたこうして俺を苦しめ出しているのだ。俺はどうしてこんな俺の姿をこいつに隠し合わせることができなかったのだろう。なんて俺は弱いのだろうな。私は明かりの影になったベッドに、さっきから目を半ばつぶっている病人に目を移すと、ほとんど行き詰まるような気がした。私は明かりのそばを離れて、静かにバルコンの方へ近づいていった。小さな月のある晩だった。それは雲のかかった山だの、丘だの、森などの輪郭をかすかにそれと見分けさせている霧だった。そしてその他の部分は、ほとんどすべて鈍い青みを帯びた闇の中に溶け入っていた。しかし私の見ていたものは、それらのものではなかった。私はいつかの初夏の夕暮れに、二人で切ないほどな同情を持って、そのまま私たちの幸福を最後まで持っていけそうな気がしながら眺め合っていた。まだその何者も消え失せていない思い出の中の、それらの山や丘や森などを、まざまざと心に蘇らせていたのだった。そして私たち自身までが、その一部になりきってしまっていたような、そういう一瞬時の風景を、こんな具合にこれまでも何遍となく蘇らせたので、それらのものもいつの間にか私たちの存在の一部分になり、そしてもはや季節とともに変化してゆくそれらのものの、現在の姿が時とすると私たちにはほとんど見えないものになってしまうくらいであった。あのような幸福な瞬間を俺たちが持てたということは、それだけでももう俺たちがこうして共に生きるのに値したのであろうか、と私は自分自身に問いかけていた。私の背後にふと軽い足音がした。それは節子に違いなかった。が、私は振り向こうともせずに、そのままじっとしていた。彼女もまた何も言わずに、私から少し離れたまま立っていた。しかし、私はその息遣いが感じられるほど、彼女を近々と感じていた。時折、冷たい風がバルコンの上を何の音も立てずにかすめすぎた。どっか遠くの方で枯れ木が音を引きむしられていた。何を考えているの？とうとう彼女が口を切った。私はそれにはすぐ返事をしないでいた。それから急に彼女の方へ振り向いて、不確かなように笑いながら、お前にはわかっているだろうと問い返した。彼女は何か罠でも恐れるかのように注意深く私を見た。それを見て私は、俺の仕事のことを考えているのじゃないか、とゆっくり言い出した。俺にはどうしてもいい結末が思い浮かばないのだ。俺は俺たちが無駄に生きていたようにはそれを終わらせたくはないのだ。どうだ、一つお前もそれを俺と一緒に考えてくれないか。彼女は私に微笑んで見せた。しかしその微笑みはどこかまだ不安そうであった。だってどんなことをお書きになったんだかも知らないじゃないの。彼女はやっと小声で言った。そうだっけな、と私はもう一度不確かなように笑いながら言った。それじゃあそのうちに一つお前にも読んで聞かせるかな。しかしまだ最初の方だって人に読んで聞かせるほどまとまっちゃいないんだからね。私たちは部屋の中へ戻った。私が再び明かりのそばに腰を下ろして、そこに放り出してあるノートを
もう一度手に取り上げて見ていると、彼女はそんな私の背後に立ったまま、私の肩にそっと手をかけながら、それを肩越しに覗き込むようにしていた。私はいきなり振り向いて、お前はもう寝た方がいいぜ、と乾いた声で言った。ええ、彼女は素直に返事をして、私の肩から手を少しためらいながら離すと、ベッドに戻っていった。なんだか寝られそうもないわ。二三分すると彼女がベッドの中で独り言のように言った。じゃあ明かりを消してやろうか。俺はもういいのだ。そう言いながら私は明かりを消して立ち上がると彼女の枕元に近づいた。そうしてベッドの縁に腰をかけながら彼女の手を取った。私たちはしばらくそうしたまま闇の中に黙り合っていた。さっきより風がだいぶ強くなったと見える。それはあちこちの森から絶えず音を引きもいでいた。そして時々それをサナトリウムの建物にぶつけ、どっかの窓をバタバタ鳴らしながら、一番最後に私たちの部屋の窓を少し引き散らせた。それに怯えでもしているかのように、彼女はいつまでも私の手を離さないでいた。そうして目をつぶったまま、自分のうちの何かの働きに一心になろうとしているように見えた。そのうちにその手が少し緩んできた。彼女は寝入ったふりをしだしたらしかった。さあ今度は俺の番か。そんなことをつぶやきながら、私も彼女と同じようになられそうもない自分を寝つかせに、自分の真っ暗な部屋の中へ入っていった。11月26日。この頃私はよく夜の明けかかる自分に目を覚ます。そんな時は私はしばしばそっと起き上がって、病人の寝顔をしげしげと見つめている。ベッドの縁や瓶などはだんだん黄ばみかけてきているのに、彼女の顔だけがいつまでも青白い。かわいそうな奴だな。それが私の口癖にでもなったかのように、自分でも知らずにそう言っているようなこともある。今朝も明け方近くに目を覚ました私は、長い間そんな病人の寝顔を見つめてから、つま先立って部屋を抜け出し、サナトリウムの裏の裸すぎるくらいに枯れ切った林の中へ入っていった。もうどの木にも死んだ葉が二つ三つ残って、それが風に荒れがっているきりだった。私がその空虚な林を出外れた頃には、八ヶ岳の山頂を離れたばかりの日が、南から西にかけて立ち並んでいる山々の上に低く垂れたまま動こうともしないでいる雲の塊を見る間に赤々と輝かせ始めていた。がそういう曙の光も地上にはまだなかなか届きそうになかった。それらの山々の間に挟まれている冬枯れた森や畑や荒れ地は、今すべてのものから全く打ち捨てられてでもいるような様子を見せていた。私はその枯れ木林の外れに、時々立ち止まっては寒さに思わず足踏みしながら、そこいらを歩き回っていた。そうして何を考えていたのだか、自分でも思い出せないような考えを突応逸していた私は、そのうちふに頭を上げて、空がいつの間にか輝きを失った暗い雲にすっかり閉ざされているのを認めた。私はそれに気がつくと、ついさっきまでそれをあんなにも美しく焼いていた曙の光が地上に届くのを、それまで心待ちにしてでもいたかのように、急になんだかつまらなそうな格好をして、足早にサナトリウムに引き返していった。節子はもう目を覚ましていた。しかし、立ち戻った私を認めても、私の方へは物憂げにちらっと目を上げたきりだった。そして、さっき寝ていた時よりも一層青いような顔色をしていた。私が枕元に近づいて、髪をいじりながら、額に接吻しようとすると、彼女は弱々しく首を振った。私は何にも聞かずに悲しそうに彼女を見ていた。が彼女はそんな私を、というよりも、むしろ、そんな私の悲しみを見舞いとするかのように、ぼんやりした目つきで空を見入っていた。夜、何も知らずにいたのは私だけだったのだ。午前の診察の済んだ後で、私は看護婦長に廊下へ呼び出された。そして私は初めて節子が今朝私の知らない間に少量の加血をしたことを聞かされた。彼女は私にはそれを黙っていたのだ。加血は危険という程度ではないが、用心のためにしばらく付き添い看護婦をつけておくようにと、院長が言いつけていったというのだ。私はそれに同意するほかはなかった。私はちょうど空いている隣の病室に
その間だけ引き移っていることにした。私は今、二人で住んでいた部屋に、どこからどこまで似た、それで言って全然見知らないような感じのする部屋の中に、一人ぼっちでこの日記をつけている。こうして私が数時間前から座っているのに、どうもまだこの部屋は空虚のようだ。ここにはまるで誰もいないかのように、明かりさえも冷たく光っている。11月28日。私はほとんど出来上がっている仕事のノートを、机の上に少しも手をつけようとはせずに、放り出したままにして置いてある。それを仕上げるためにも、しばらく別々に暮らした方がいいのだということを、病人には言い含めておいたのだ。が、どうしてそれに書いたような、私たちのあんなに幸福そうだった状態に、今のようなこんな不安な気持ちのまま、私一人で入っていくことができようか。私は毎日、二、三時間おきぐらいに、隣の病室に行き、病人の枕元にしばらく座っている。しかし、病人に喋らせることは一番よくないので、ほとんど物を言わずにいることが多い。看護婦のいないときにも、二人で黙って手を取り合って、お互いになるだけ目も合わさないようにしている。が、どうかして私たちが、ふいと目を見合わせるようなことがあると、彼女はまるで私たちの最初の日々に見せたような、ちょっと決まりの悪そうな微笑み方を私にしてみせる。が、すぐ目をそらせて、空を見ながら、そんな状態に置かれていることに少しも不平を見せずに、落ち着いて寝ている。彼女は一度私に、仕事ははかどっているのかと聞いた。私は首を振った。その時、彼女は私を気の毒がるような見方をしてみた。が、それきりもう私にそんなことは聞かなくなった。そして一日は他の日に似て、まるで何事もないかのように物静かに過ぎる。そして彼女は私が代わって彼女の父に手紙を出すことさえ拒んでいる。夜、私は遅くまで何もしないで机に向かったまま、バルコンの上に落ちている明かりの貝が窓を離れるにつれて、だんだんかすかになりながら、闇に四方から包まれているのを、あたかも自分の心の内さながらのような気がしながら、ぼんやりと見入っている。ひょっとしたら病人もまだ寝つかれずに、私のことを考えているかもしれないと思いながら。12月1日、この頃になって、どうしたのか、私の明かりを慕ってくる蛾がまた増え出したようだ。夜、そんな蛾がどこからともなく飛んできて、閉め切った窓ガラスに激しくぶつかり、その唾液で自ら傷つきながら、なおも生を求めてやまないように、死に身になってガラスに穴を開けようと試みている。私がそれをうるさがって、明かりを消してベッドに入ってしまっても、まだしばらく物狂わしい羽ばたきをしているが、次第にそれが衰え、ついにどこかにしがみついたきりになる。そんな翌朝、私は必ずその窓の下に、一枚の口歯みたいになった蛾の死骸を見つける。今夜もそんな蛾が一匹、とうとう部屋の中へ飛び込んできて、私の向かっている明かりの周りを、さっきから物狂わしく、くるくると回っている。やがてバサリと音を立てて、私の髪の上に落ちる。そして、いつまでもそのまま動かずにいる。それから、また自分の生きていることをやっと思い出したように急に飛び立つ。自分でももう何をしているのだかわからずにいるのだとしか見えない。やがてまた私の髪の上にバサリと音を立てて落ちる。私は異様な恐れからその蛾を追いのけようともしないで、かえってさも無関心そうに自分の髪の上でそれが死ぬままにさせておく。12月5日。夕方、私たちは二人きりでいた。付き添い看護婦は今しがた食事に行った。冬の日はすでに西方の山の背に入りかけていた。そしてその傾いた日差しがだんだん底冷えのしだした部屋の中を急に明るくさせ出した。私は病人の枕元でヒーターに足を乗せながら手にした本の上に身をかがめていた。その時病人が不意に、あら、お父様とかすかに叫んだ。私は思わずぎくりとしながら彼女の方へ顔を上げた。私は彼女の目がいつになく輝いているのを認めた。しかし私はさりげなさそうに今の小さな叫びが耳に入らなかったらしい様子をしながら、今何か言ったかいと聞いてみた。彼女はしばらく返事をしないでいた。がその目は一層輝き出しそうに見えた。
あの低い山の左の端に少し日の当たったところがあるでしょう。彼女はやっと思い切ったようにベッドから手でその方をちょっと刺して、それからなんだか言いにくそうな言葉を無理にそこから引き出しでもするように、その指先を今度は自分の口へあてがいながら、あそこにお父様の横顔にそっくりな貝が、今自分になるといつもできるのよ。ほら、ちょうど今できているのがわからない?その低い山が彼女の言っている山であるらしいのは、その指先をたどりながら私にもすぐわかったが、ただそこら辺には斜めな日の光がくっきりと浮き立たせている山ひだしか私には認められなかった。もう消えていくわ。ああ、まだ額のところだけ残っている。その時やっと私はその父の額らしい山ひだを認めることができた。それは父のがっしりとした額を私にも思い出させた。こんな会にまでこいつは心の内で父を求めていたのだろうか。ああ、こいつはまだ全身で父を感じている。父を呼んでいる。が、一瞬間の後には闇がその低い山をすっかり満たしてしまった。そしてすべての影は消えてしまった。お前、家へ帰りたいのだろう。私はついと心に浮かんだ最初の言葉を思わずも口に出した。その後ですぐ私は不安そうに節子の目を求めた。彼女はほとんどすげないような目つきで私を見つめ返していたが、急にその目をそらせながら、ええ、なんだか帰りたくなっちゃったわ、と聞こえるか聞こえないぐらいなかすれた声で言った。私は唇を噛んだまま、目立たないようにベッドのそばを離れて、窓際の方へ歩み寄った。私の背後で彼女が少し震え声で言った。ごめんなさいね。だけど、今ちょっとの間だけだわ。こんな気持ち、じきに治るわ。私は窓のところに両手を組んだまま、言葉もなく立っていた。山々のふもとにはもう闇が固まっていた。しかし山頂にはまだ、かすかに光が漂っていた。突然、喉を締め付けられるような恐怖が私を襲ってきた。私はいきなり病人の方を振り向いた。彼女は両手で顔を押さえていた。急に何もかもが自分たちから失われていってしまいそうな不安な気持ちでいっぱいになりながら、私はベッドに駆け寄って、その手を彼女の顔から無理にのけた。彼女は私に抗おうとしなかった。高いほどな額、もう静かな光さえ見せている目、引き締まった口元、何一ついつもと少しも変わっていず、いつもよりかもっともっとおかしがたいように私には思われた。そうして私は何でもないのにそんなに怯えきっている私自身を、かえって子供のように感じずにはいられなかった。私はそれから急に力が抜けてしまったようになって、がっくりと膝をついて、ベッドの縁に顔をうずめた。そうして、そのままいつまでもぴったりとそれに顔を押し付けていた。病人の手が私の髪の毛を軽く撫でているのを感じ出しながら、部屋の中までもう薄暗くなっていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス。.org のために録音されました。死の影の谷。1936年12月1日、K 村にて。ほとんど3年半ぶりで見るこの村は、もうすっかり雪に埋まっていた。一週間ばかりも前から雪が降り続いていて、今朝やっとそれが止んだのだそうだ。炊事の世話を頼んだ村の若い娘とその弟が、その男の子のらしい小さなそりに、私の荷物を乗せて、これからこの冬をそこで私の過ごそうという山小屋まで引き上げて行ってくれた。そのそれの後について行きながら、途中で何度も私は滑りそうになった。それほどもう谷陰の雪はこちこちに染みついてしまっていた。私の借りた小屋は、その村から少し北へ入った、ある小さな谷にあって、そこいらにも古くから外人たちの別荘があちこちに立っている。何でもそれらの別荘の一番外れになっているはずだった。そこに夏を過ごしに来る外人たちが、この谷を称して幸福の谷と言っているとか、こんな人気の絶えた寂しい谷の一体どこが幸福の谷なのだろう、
と私は、今はどれもこれも雪に埋もれたまんま見捨てられている、そういう別荘を一つ一つ見過ごしながら、その谷を二人の後から遅れがちに登っていくうちに、ふいとそれとは正反対の谷の名前さえ、自分の口をついて出そうになった。私はそれを何かためらいでもするように、ちょっと引っ込めかけたが、再び息を変えて、とうとう口に出した。死の影の谷。そう、よっぽどそういった方が、この谷には似合いそうだな。少なくとも、こんな冬のさなか、こういうところで、寂しいやもめ暮らしをしようとしている俺にとっては。と、そんなことを考え考え、やっと私の枯れる、一番最後の小屋の前までたどり着いてみると、申し訳のように、小さなベランダのついた、その木川吹きの小屋の周りには、それを取り囲んだ雪の上に、なんだか得体の知れない足跡がいっぱい残っている。姉娘がその締め切られた小屋の中へ先に入って、雨戸などを開けている間、私はその小さな弟から、これはウサギ、これはリス、それからこれはキジと、それらの異様な足跡をいちいち教えてもらっていた。それから私は、半ば雪に埋もれたベランダに立って、周囲を眺め回した。私たちが今上がってきた谷陰は、そこから見下ろすと、いかにも格好の良い、こじんまりとした谷の一部分になっている。ああ、今しがた、例のそれに乗って、一人だけ先に帰っていった、あの小さな弟の姿が、裸の木と木との間から見え隠れしている。その可愛らしい姿が、とうとう、下方の枯れ木林の中に消えてしまうまで見送りながら、一渡りその谷間を見終わった自分。どうやら小屋の中も片付いたらしいので、私は初めてその中に入っていった。壁まですっかり水管が張り詰められてあって、天井も何もないほどの、思ったよりも粗末な作りだが、悪い感じではなかった。すぐ2階にも上がってみたが、寝台から椅子と何から何まで二人分ある。ちょうどお前と私とのためのように。そういえば、本当にこういったような山小屋で、お前と差し向かいの寂しさで暮らすことを、昔の私はどんなに夢見ていたことか。夕方、食事の支度ができると、私はそのまますぐ村の娘を帰らせた。それから私は一人で暖炉のそばに大きなテーブルを引き寄せて、その上で、書き物から食事一切をすることに決めた。その時、ひょいと頭の上にかかっている暦が、いまだに9月のままになっているのに気がついて、それを立ち上がって剥がすと、今日の日付のところに印をつけておいてから、さて、私は、実に1年ぶりでこの手帳を開いた。12月2日、どこか北の方の山がしきりに吹雪いているらしい。昨日などは手に取るように見えていた浅間山も、今日はすっかり雪雲に覆われ、その奥で盛んに荒れていると見え、この山麓の村までその巻き添えを食らって、時々日が明るく差しながら、ちらちらと絶えず雪が舞っている。どうかして冬にそんな雪の橋が谷の上にかかりでもすると、その谷を隔てて、ずっと南に連なった山々のあたりには、くっきりと青空が見えながら、谷全体が陰って、ひとしきり猛烈に吹く。と思うと、またパーッと日が当たっている。そんな谷の絶えず変化する光景を、窓のところに行って、ちょっと眺め合っては、またすぐ暖炉のそばに戻ってきたりして、そのせいでか、私はなんとなく落ち着かない気持ちで、一日中を過ごした。昼ごろ、風呂敷包みを背負った村の娘が、旅肌足で雪の中をやってきてくれた。手から顔まで霜焼けのしているような娘だが、素直そうで、それに無口なのが何よりも私には具合がいい。また、昨日のように食事の用意だけさせておいて、すぐに帰らせた。それから私は、もう一日が終わってしまったかのように、暖炉のそばから離れないで、何もせずにぼんやりと、滝が一人でに起こる風にあおられつつ、パチパチと音を立てながら燃えるのを見守っていた。そのまま夜になった。一人で冷たい食事を済ませてしまうと、私の気持ちも幾分落ち着いてきた。雪は大したことにならずに止んだようだが、その代わり風が出始めていた。火が少しでも衰えて音を沈めると、そのすきすきに
谷の外側でそんな風が枯れ木林から音を引きもいでいるらしいのが、急に近々と聞こえてきたりした。それから1時間ばかり後、私は慣れない日に少しのぼせたようになって、外気にあたりに小屋を出た。そうしてしばらく真っ暗な戸外を歩き回っていたが、やっと顔が冷え冷えとしてきたので、再び小屋に入ろうと仕掛けながら、その時初めて中から漏れてくる明かりで、今もなお絶えず細かい雪が舞っているのに気がついた。私は小屋に入ると少し濡れた体を乾かしに、再び火のそばに寄っていった。が、そうやってまた火に当たっているうちに、いつしか体を乾かしていることも忘れたようにぼんやりとして、自分のうちにある追憶をよみがえらせていた。それは去年の今頃、私たちのいた山のサナトリウムの周りに、ちょうど今夜のような雪の降っている夜更けのことだった。私は何度もそのサナトリウムの入り口に立っては、電報で呼び寄せたお前の父の来るのを待ちきれなさそうにしていた。やっと前中近くになって父は着いた。しかしお前はそういう父をちらりと見ながら、唇の周りにふと微笑とも使えないようなものを漂わせたきりだった。父は何も言わずにそんなお前の憔悴しきった顔をじっと見守っていた。そうしては時折私の方へいかにも不安そうな目を向けた。が、私はそれには気がつかないようなふりをして、ただお前の方ばかりを見るともなしに見合っていた。そのうちに突然お前が何か口ごもったような気がしたので、私がお前のそばに寄っていくと、ほとんど聞こえるか聞こえないくらいの小さな声で、あなたの髪に雪がついているの、とお前は私に向かって言った。今こうやって一人きりで火のそばにうずくまりながら、ふいと蘇ったそんな思い出に誘われるようにして、私が何の気なしに自分の手を頭髪に持って行ってみると、それはまだ濡れるともなく濡れていて冷たかった。私はそうやって見るまで、それには少しも気がつかずにいた。12月5日。この数日、言いようもないほど良い天気だ。朝のうちはベランダいっぱいに日が差し込んでいて、風もなく、とても暖かだ。今朝などは、とうとうそのベランダに小さな宅や椅子を持ち出して、まだ一面に雪に埋もれた谷を前にしながら朝食を始めたくらいだ。本当にこうして一人きりでいるのはなんだかもったいないようだ、と思いながら朝食に向かっているうち、ひょいとすぐ目の前の枯れた灌木の根元へ目をやると、いつの間にかキジが来ている。それも2羽。雪の中に絵をあさりながらごそごそと歩き回っている。おい、来てごらん。キジが来ているぞ。私はあたかもお前が小屋の中に居でもするかのように想像して、声を含めてそう一人ごちながら、じっと息を詰めてその記事を見守っていた。お前がうっかり足音でも立てはしまいかと、それまで気遣いながら。その途端、どっかの小屋で屋根の雪がどーっと谷中に響き渡るような音を立てながら、なだれ落ちた。私は思わずどくりとしながら、まるで自分の足元からのように庭の雪が飛び立っていくのをあっけに捉えて見ていた。その時ほとんど同時に私は自分のすぐそばに立ったまま、お前がそういう時の癖で何も言わずにただ大きく目を見張りながら私をじっと見つめているのを苦しいほどまざまざと感じた。午後、私は初めて谷の小屋を降りて雪の中に埋まった村を一回りした。夏から秋にかけてしかこの村を知っていない私には、今一様に雪をかぶっている森だの、道だの、釘付けになった小屋だのが、どれもこれも見覚えがありそうでいて、どうしてもその以前の姿を思い出されなかった。昔、私が好んで歩き回った水車の道に沿って、いつか私の知らない間に小さなカトリック教会さえできていた。しかもその美しい白木造りの教会は、その雪をかぶった尖った屋根の下から、すでにもう黒ずみかけた壁板すらも見せていた。それが一層そのあたり一帯を私に何か見知らないように思わせ出した。それから私はよくお前と連れ立って歩いたことのある森の中へもまだかなり深い雪を分けながら入って行ってみた。やがて私はどうやら見覚えのあるような気のする一本のもみの木を認め出した。がやっとそれに近づいてみたら、そのもみの中からギャッと鋭い鳥の鳴き声がした。
私がその前に立ち止まると、一羽のついぞ見かけたこともないような青みを帯びた鳥が、ちょっと驚いたように羽ばたいて飛び立ったが、すぐ他の枝に移ったまま、帰って私に挑みでもするように、再びギャッギャッと泣き立てた。私はそのもみの木からさえ心ならずも立ち去った。12月7日、集会堂の傍らの冬枯れた林の中で、私は突然、二声ばかり、格好の泣き続けたのを聞いたような気がした。その泣き声は、ひどく遠くでしたようにも、またひどく近くでしたようにも思われて、それが私をそこいらの枯れやぶの中だの、枯れ木の上だの、空様を見回せさせたが、それっきりその泣き声は聞こえなかった。それはやはり、どうも自分の聞き違いだったように私にも思われてきた。が、それよりも先に、そのあたりの枯れやぶだの、枯れ木だの、空だのは、すっかり夏の懐かしい姿に立ち返って、私のうちに鮮やかによみがえり出した。けれども、そんな三年前の夏の、この村で私の持っていたすべてのものがすでに失われて、今の自分に何一つ残ってはいないことを、私が本当に知ったのもそれと一緒だった。12月10日。この数日、どういうものか、お前がちっとも生き生きと私によみがえってこない。そうして、時々こうして孤独でいるのが、私にはほとんどたまらないように思われる。朝なんぞ、暖炉に一度組み立てた薪が、なかなか燃えつかず、しまいに私はじれったくなって、それを荒々しく引っかき回そうとする。そんな時だけ、ふいと自分の傍らに気遣わしそうにしているお前を感じる。私はそれから、やっと気を取り直して、その薪を新たに組み替える。また午後など、少し村でも歩いて来ようと思って、谷を降りて行くと、この頃は雪解けがしているゆえ、道がとても悪く、すぐ靴が泥で重くなり、歩きにくくてしようがないので、大抵途中から引っ返してきてしまう。そうして、まだ雪の染みついている谷まで差し掛かると、思わずほっとしながら、しかし今度はこれから自分の小屋まで、ずっと息の切れるような登り道になる。そこで私は、ともすれば、めいりそうな自分の心を引き立てようとして、たとえ我、死の影の谷を歩むとも、災いを恐れじ、何時、我と共にいませばなり、と、そんな、うろ覚えに覚えている詩編の文句なんぞまで思い出して、自分自身に言って聞かせるが、そんな文句も私には、ただ、うつろに感じられるばかりだった。12月12日、夕方、水車の道に沿った例の小さな教会の前を私が通りかかると、そこの小遣いらしい男が、雪泥の上に丹念に石炭柄を撒いていた。私はその男のそばに行って、冬でもずっとこの教会は開いているのですか、と何ということもなしに聞いてみた。今年はもう二三日うちに閉めますそうで、とその小遣いはちょっと石炭柄を撒く手を休めながら答えた。去年はずっと冬中開いておりましたが、今年は神父様が松本の方へおいでになりますので。そんな冬でもこの村に神社はあるんですか?と私はぶしつけに聞いた。ほとんどいらっしゃいませんが、大抵神父様お一人で毎日のおミサをなさいます。私たちがそんな立ち話をしだしているところへ、ちょうど外出先からそのドイツ人だとかいう神父が帰ってきた。今度は私がその日本語をまだ十分に理解しない、しかし人懐っこそうな神父に捕まって何かと聞かれる番になった。そうしてしまいには何か聞き違いでもしたらしく、明日の日曜のミサにはぜひ来い、と私はしきりに勧められた。12月13日日曜日、朝の9時ごろ、私は何を求めるでもなしにその教会へ行った。小さなろうそくの火の灯った祭壇の前で、もう神父が一人の助祭と共にミサを始めていた。信者でも何でもない私は、どうしていいかわからず、ただ音を立てないようにして、一番後ろの方にあった藁でできた椅子にそのままそっと腰を下ろした。がやっとうちの薄暗さに目が慣れてくると、それまで誰もいないものとばかり思っていた信者席の一番前列の柱の階に一人黒ずくめのなりをした中年の婦人がうずくまっているのが目に入ってきた。そうしてその婦人がさっきからずっとひざまずき続けているらしいのに気がつくと、
私は急にその街道の中のいかにも寒々としているのを身にしみて感じた。それからも小一時間ばかりミサは続いていた。その終わりかける頃、その婦人がふいとハンカチを取り出して顔にあてがったのを私は認めた。しかしそれは何のためだか私にはわからなかった。そのうちにやっとミサが済んだらしく、神父は信者席の方へは振り向かずに、そのまま脇にあった個室の中へ一度引っ込んでいった。その婦人はなおもまだじっと身動きもせずにいた。がその間に私だけはそっと教会から抜け出した。それは薄ごもった日だった。私はそれから雪解けのした村の中をいつまでも何か満たされないような気持ちで、あてもなくさまよっていた。昔、お前とよく絵を描きに行った。真ん中に一本の白樺のくっきりと立った腹へも行ってみて、まだその根元だけ雪の残っている白樺の木に、懐かしそうに手をかけながら、その指先が凍えそうになるまで立っていた。しかし、私にはその頃のお前の姿さえ、ほとんど蘇ってこなかった。とうとう私はそこも立ち去って、何とも言うに言われぬ寂しい思いで、枯れ木の間を抜けながら、一気に谷を登って、小屋に戻ってきた。そうして、はあはあと息を切らしながら、思わずベランダの床板に腰を下ろしていると、その時、ふいとそんなむしゃくしゃした私に寄り添ってくるお前が感じられた。が、私はそれにも知らん顔をして、ぼんやりと頬杖をついていた。そのくせ、そういうお前をこれまでになく生き生きと、まるでお前の手が私の肩に触っていはしまいかと思われるくらい、生き生きと感じながら、もうお食事の支度ができておりますが、小屋の中から、もうさっきから私の帰るを待っていたらしい村の娘が、そう私を食事に呼んだ。私はふっとうつつに帰りながら、このままもう少しそっとしておいてくれたらよかりそうなものを、といつになく浮かない顔つきをして小屋の中に入っていった。そうして娘には一言も口をきかずに、いつものような一人きりの食事に向かった。夕方近く、私はなんだかまだイライラしたような気分のまま、その娘を返してしまったが、それからしばらくすると、そのことを幾分後悔しだしながら、再び何ということもなしにベランダに出て行った。そうしてまたさっきのように、しかし今度はお前なしに、ぼんやりとまだだいぶ雪の残っている谷間を見下ろしていると、ゆっくり枯れ木の間を抜け抜け、誰だかその谷中を、と見こう見しながら、だんだんこっちの方へ登ってくるのが認められた。どこへ来たのだろうと思いながら見続けていると、それは私の小屋を探しているらしい神父だった。12月14日、昨日夕方、神父と約束をしたので、私は教会へ訪ねて行った。明日教会を閉ざして、すぐ松本へ立つとかいうことで、神父は私と話をしながらも、時々二ごしらえをしている小遣いのところへ何か言いつけに立って行ったりした。そうしてこの村で一人の信者を得ようとしているのに、今ここを立ち去るのはいかにも残念だと繰り返し言っていた。私はすぐに昨日教会で見かけた、やはりドイツ人らしい中年の婦人を思い浮かべた。そうしてその婦人のことを神父に聞こうと仕掛けながら、その時ひょっくりこれはまた神父が何か思い違えて、私自身のことを言っているのではあるまいかという気もされだした。そう妙にちぐはぐになった私たちの会話は、それからはますます途絶えがちだった。そうして私たちはいつか黙り合ったまま、暑すぎるくらいの暖炉のそばで、窓ガラス越しに小さな雲がちぎれちぎれになって飛ぶように過ぎる、風の強そうなしかし冬らしく明るい空を眺めていた。こんな美しい空は、こういう風のある寒い日でなければ見られませんですね。神父がいかにも何気なさそうに口を聞いた。本当にこういう風のある寒い日でなければ、と私はオウム返しに返事をしながら、神父の今何気なく言ったその言葉だけは、妙に私の心にも触れてくるのを感じていた。一時間ばかりそうやって神父のところにいてから、私が小屋に帰ってみると、小さな小包が届いていた。ずっと前から注文してあったリルケのレクイエムが二三冊の本と一緒にいろんな付箋が付けられて方々へ改装されながら、やっとのことで今私のもとに届いたのだった。夜すっかりもう寝るばかりに支度をしておいてから、私は暖炉のそばで
風の音を時々気にしながら、リルケのレクイエムを読み始めた。12月17日、また雪になった。今朝からほとんどお休みもなしに降り続いている。そうして私の見ている間に、目の前の谷は再び真っ白になった。こうやって、いよいよ冬も深くなるのだ。今日も一日中、私は暖炉の傍らで暮らしながら、時々思い出したように窓際に行って、雪の谷をうつけたように見合っては、またすぐに暖炉に戻ってきて、リルケのレクイエムに向かっていた。いまだにお前を静かに死なせておこうとはせずに、お前を求めてやまなかった。自分のめめしい心に何か後悔に似たものを激しく感じながら。私は死者たちを持っている。そして彼らを立ち去るがままにさせてあるが、彼らが噂とは似つかず、非常に革新的で、死んでいることにもすぐ慣れ、すこぶる快活であるらしいのに、驚いているくらいだ。ただお前だけは帰ってきた。お前は私をかすめ、周りをさまよい何者かに突き当たる。そしてそれがお前のために音を立てて、お前を裏切るのだ。おう、私が手間をかけて学んで得たものを、私から取り除けてくれるな。正しいのは私で、お前が間違っているのだ。もしかお前が誰かの事物に郷愁を催しているのだったら、我々はその事物を目の前にしていても、それはここにあるのではない。我々がそれを知覚すると同時に、その事物を我々の存在から反映させているきりなのだ。12月18日、ようやく雪が止んだので、私はこういう時だとばかり、まだ行ったことのない裏の林を、奥へ奥へと入って行ってみた。時々、どっかの木から、どーっと音を立てて、ひとりでに崩れる雪の飛沫を浴びながら、私はさも面白そうに、林から林へと抜けていった。もちろん、誰もまだ歩いた跡なんぞはなく、ただ、ところどころに、ウサギがそこいら中を跳ね回ったらしい跡が、一面についているきりだった。また、どうかすると、キジの足跡のようなものが、スーッと道を横切っていた。しかし、どこまで行っても、その林は尽きず、それにまた、雪雲らしいものが、その林の上に広がり出してきたので、私はそれ以上奥へ入ることを断念して、途中から引っ返してきた。が、どうも道を間違えたらしく、いつの間にか私は、自分自身の足跡をも見失っていた。私はなんだか、急に心細そうに雪を分けながら、それでも構わずに、ずんずん自分の声のありそうな方へ、林を突きってきたが、そのうちに、いつからともなく私は、自分の背後に、確かに自分のではない、もう一つの足音がするような気がしだしていた。それはしかし、ほとんどあるかないかくらいの足音だった。私はそれを一度も振り向こうとはしないで、ずんずん林を降りていった。そうして私は、何か胸を締め付けられるような気持ちになりながら、昨日読み終えたリルケのレクイエムの最後の数行が、自分の口をついて出るがままに任せていた。帰っていらっしゃるな。そうしてもしお前に我慢できたら、死者たちの間に死んでおいで。死者にも担当仕事はある。けれども私に助力はしておくれ。お前の気を散らさない程度で。しばしば遠くの者が私に助力をしてくれるように、私のうちで。12月24日。夜、村の娘の家に呼ばれて行って、寂しいクリスマスを送った。こんな冬は人気の絶えた山間の村だけれど、夏なんぞ外人たちがたくさん入り込んでくるような土地柄ゆえ、普通の村人の家でもそんな真似事をして楽しむものと見える。九時ごろ私はその村から雪明かりの下谷陰を一人で帰ってきた。そして最後の枯れ木林に差し掛かりながら、私はふとその道端に雪をかぶって一塊に固まっている枯れ藪の上に、どこからともなく小さな光がかすかにポツンと落ちているのに気がついた。こんなところにこんな光がどうして差しているのだろうといぶかりながら、そのどっか別荘の散らばった狭い谷中を見回してみると、明かりのついているのはたった一軒、確かに私の小屋らしいのがずっとその谷の情報に認められるきりだった。俺はまあ、あんな谷の上に一人っきりで住んでいるのだなと私は思いながら、その谷をゆっくりと登り出した。そうしてこれまでは、俺の小屋の明かりが、こんな下の方の林の中にまで差し込んでいようなどとは、
ちっとも気がつかずに、ごらんと私は自分自身に向かっているように、ほら、あっちにもこっちにも、ほとんどこの谷中を覆うように、雪の上に点々と小さな光の散らばっているのは、どれもみんな俺の小屋の明かりなのだからな。やっとその小屋まで登り詰めると、私はそのままベランダに立って、一体この小屋の明かりは谷のどの位を明るませているのか、もう一度見てみようとした。が、そうやってみると、その明かりは小屋の周りにほんのわずかな光を投げているに過ぎなかった。そうしてそのわずかな光も小屋を離れるにつれて、だんだんかすかになりながら、谷間の雪明かりと一つになっていた。なんだ、あれほどたんとに見えていた光が、ここで見ると、たったこれっきりなのか、と、私はなんだか気の抜けたように独りごちながら、それでもまだぼんやりとその明かりの影を見つめているうちに、ふとこんな考えが浮かんできた。だが、この明かりの影の具合なんか、まるで俺の人生にそっくりじゃないか。俺は、俺の人生の周りの明るさなんぞ、たったこればかりだと思っているが、本当は、この俺の小屋の明かりと同様に、俺の思っているよりか、もっともっとたくさんあるのだ。そうして、そいつたちが、俺の意識なんぞ意識しないで、こうやって、何気なく俺を生かしておいてくれているのかもしれないのだ。そんな、思いがけない考えが、私をいつまでもその雪明かりのしている寒いベランダの上に立たせていた。12月30日。本当に静かな晩だ。私は今夜もこんな考えが一人でに心に浮かんでくるがままにさせていた。俺は人並み以上に幸福でもなければ、また不幸でもないようだ。そんな幸福だとか、なんだとかいうようなことは、かつてはあれほど俺たちをやきもきさせていたっけが、もう今じゃ忘れていようと思えば、すっかり忘れていられるくらいだ。かえってそんなこの頃の俺の方が、よっぽど幸福の状態に近いのかもしれない。まあ、どっちかといえば、この頃の俺の心は、それに似て、それよりは少し悲しそうなだけ、そうかといって、まんざら楽しげでないこともない。こんなふうに俺が、いかにも何気なさそうに生きていられるのも、それは、俺がこうやって、なるだけ世間なんぞとは交わらずに、たった一人で暮らしているせいかもしれないけれど、そんなことがこの育児なしの俺にできていられるのは、本当にみんなお前のおかげだ。それなのに、節子、俺はこれまで一度だっても、自分がこうして孤独で生きているのを、お前のためだ、なんぞとは思ったことがない。それはどのみち、自分一人のために好き勝手なことをしているのだとしか自分には思えない。あるいはひょっとしたら、それもやっぱりお前のためにはしているのだが、それがそのままでもって、自分一人のためにしているように自分に思われるほど、俺は俺にはもったいないほどのお前の愛に慣れきってしまっているのだろうか。それほどお前は俺には何にも求めずに俺を愛していてくれたのだろうか。そんなことを考え続けているうちに、私はふと何か思い立ったように立ち上がりながら小屋の外へ出て行った。そうしていつものようにベランダに立つと、ちょうどこの谷と背中合わせになっているかと思われるようなあたりでもって、風がしきりにざわめいているのが、非常に遠くからのように聞こえてくる。それから私は、そのままベランダに、あたかもそんな遠くでしている風の音を、わざわざ聞きに出でもしたかのように、それに耳を傾けながら立ち続けていた。私の前方に横たわっているこの谷のすべてのものは、最初のうちは、ただ雪明かりにうっすらと明るんだまま、一塊になってしか見えずにいたが、そうやってしばらく私が見るともなく見ているうちに、それがだんだん目に慣れてきたのか、それとも私が知らず知らずに自分の記憶でもってそれを補い出していたのか、いつの間にか一つ一つの線や形をおもむろに浮き上がらせていた。それほど私にはその何もかもが親しくなっている。この人々の言うところの幸福の谷、そう、なるほどこうやって住み慣れてしまえば、私だってそう人々と一緒になって呼んでもいいような気のするくらいだが、ここだけは谷の向こう側はあんなにも風はざわめいているというのに本当に静かだこと。まあ時折私の小屋のすぐ裏の方で何かが小さな音を聞き出しているようだけれど、あれはおそらくそんな遠くからやっと届いた風のために枯れ切った木の枝と枝とが触れ合っているのだろう。またどうかすると、そんな風のあまりらしいものが、私の足元でも二つ三つの落ち葉を他の落ち葉の上に
さらさらと弱い音を立てながら映している。章終わり。この録音はパブリックドメインです。風立ちぬ、堀達を終わり。